プレゼンなんだがね。当初、英語でも話せるようにって話だったけど、参加企業が増えてね。数カ国語で説明してくれたまえ。他の会社を出し抜くためにも、英語だけではなく、数カ国語に対応できるというのを見せつけてやらんとね。プレゼンの数分前の今、社長は無理難題を提案してきた。勢いに飲まれ、課長はうなずいてしまったが、そんなことできるわけもない。どうしよう。せっかくみんな協力してくれたのに、このままじゃ、私のせいで。泣きそうになる課長。今の状況じゃ、とてもじゃないけど、彼女がプレゼンをすることは不可能だ。それでは、プレゼンの方に移りたいと思います。まずは、日本の工藤商社からです。どうぞ。課長は動くことができず、椅子に座ったままだ。ざわつく会場。課長はそれでも動けない。俺は、その様子を見て決心した。課長、資料を貸してください。俺が行きます。舞台へ上がり、パソコンを広げ、大きく息を吸い込んだ。俺の名前は、冴島博明、27歳。IT 商社で働いている、しがない平社員だ。俺のモットーは、無気力、省エネ。熱くなりすぎず、必要最低限の力で淡々と仕事をこなしてきて、もう5年になる。もちろん、昇進にも興味はないし、会社内で交友関係を広げようとも思わない。最低限の仕事しかやらないわけだから、自ら進んで仕事を受けようなんてもっとありえない。仕事が終われば直帰する。飲み会などは絶対に参加しない。新入社員歓迎会の飲み会も参加しなかったし、たまにある忘年会や新年会なども全く参加しなかった。はじめこそ同期や上司に飲みに誘われたが、俺が毎回断ることから周囲に、あいつは友人も作らず、常に一人でちょっと変わっているな、と変人扱いを受けるようになった。特に意地悪されているわけではないが、何度も何度も断っているうちに、誘ってもどうせ来ないだろうと思われたのか、最近ではご飯や飲みに誘われることがめっきり減った。実際、毎回毎回断るのも申し訳ないという気持ちがあったから、今の方が助かっていたりもする。この数年間で、交友関係の話で言えば孤立してしまったが、別に仕事に支障が出ているわけでもないし、むしろ今の状況の方が快適に過ごすことができる。休日も無理に友人たちに会わせる必要もないから、自由気ままな独身生活を満喫している。これが俺の日常だ。お、今日も絶賛孤独を満喫してるね。俺とは正反対なはつらつとした社員は、俺の同期である竹内雫だ。IT 関係の専門学校卒らしく、現在は25歳。俺の2つ下だ。俺とは違って社交的で、男女関係なく接するタイプで、人懐っこいことから後輩、同期、上司からも好かれていて人気者の社員。俺の孤独ライフの唯一の弱点があるとしたら彼女だろう。俺がデスクで一人昼食を取ろうとすると、竹内はわざわざ自分の椅子を移動させてきて、一緒に弁当を食べようとしてくる。俺は満喫しているのが分かってるなら話しかけてくるなよ、と嫌そうな顔で竹内のことを見つめる。しかし竹内は、そんなこと言わないの、一緒に食べた方が美味しいんだから、と言って週に 2,3 回勝手にやってくる。どうしてこんなことになったのか、それは数ヶ月前に遡る。俺が趣味でやっているオンラインゲーム、オンライン上のユーザーと協力して戦うというものだったが、そこでたまたま意気投合してよく遊ぶようになったユーザーのティア、それが竹内だったのだ。はじめの方こそ竹内と知らずにチャット上で会話をしていたが、やがてボイスチャットをするようになり、どこかで聞いた声だなぁとは思っていた。だんだんゲームの話だけではなく雑談をするようになり、
その時の彼女の話がやけに俺の職場の話とマッチしていた。当初は偶然だと思っていたが、それが何日も続くものだから、俺は同じ会社なのかと疑った。疑い始めたら早かった。なんとなく聞き覚えのある声をもとに、俺は思い切ってボイスチャット中に彼女に聞いてみたら、やはり竹内だった。彼女も一緒に遊んでいた相手が俺だと知り、驚き、え、冴島さん?と叫んでいた。それで会社で絡むようになってきたが、俺は会社では寡黙だ。そんな俺を見て竹内は、ゲームではあんなに饒舌なのに、現実世界だとネクラになっちゃう呪いにかかってる、だなんていじってくる関係になった。それから、お昼一緒に食べようと言い出した時には、頼むからあっちに行ってくれよと追い返そうとしたが、無理無理、一人は寂しいでしょと自分の世界の価値観を押し付けてくる相手だったので、俺は反抗をするだけ無駄かと思い諦めるようになった。まあ実際、お昼を一緒に食べると言っても、竹内が話していることに対し適当にとかで終わらせてしまうから気を使うことはないし、竹内は竹内で、なぜかそんな俺に対して、冴島さんとの会話は温かくて気分いいんだよね、と気に入ってくれている。そんな感じで、なんだかウィンウィンな関係になっていた。じきに、別にさん付けしなくていいよ。ゲーム内で年齢バレてるから、気を使ってくれてるのかもしれないけど、会社では同期なんだし。と俺が言うと、竹内は喜んで、それじゃ、今度から冴島って呼ぶね。とはしゃいでいた。そんなある日、冴島、明日新しい課長が来るって知ってた？なんでもとっても美人なんだけど、めちゃめちゃ真面目だって噂なんだよね。ねえ、やっぱり冴島くんも気になっちゃう？美人上司だよ。男の憧れだったりする？そうだったりしちゃう？とにやけ顔で俺の様子を伺ってくる。そんな竹内を、めんどくさい人じゃなければ別にどんな人でも関係ないと一蹴し、俺は昼食を食べ進める。チェー、素直じゃないんだから、と竹内は話題を変えて話し始める。無視するのはかわいそうだから、俺はいつも通りに適当にうなずきながら昼休憩をやり過ごした。次の日の朝礼、昨日竹内が言っていた通り新しい課長がやってきた。富田、ゆずきと申します。本日の異動をもって課長に任命されました。課長としては未熟ではありますが、一日でも早くこの部署になれるように尽力してまいります。ご助力を求めることもあるかと思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。そう言って深々と頭を下げる富田課長。そのあまりの丁寧な自己紹介に、他の社員はポカーンと口を開いて固まってしまっている。そんな中、竹内が俺に目配せをしてきた。まるで、ねえ、言った通り真面目な人でしょ?と言っているような表情で、俺は確かに、これは想像以上に真面目な課長が来たなと思った。今日一日を過ごしてみたが、俺の意見は変わらず、やはり新しく来た富田課長は超がつくほど真面目だった。一人一人、上司だけでなく部下にまで敬語を使いながら挨拶をして回り、名前と顔を一致させようと社員の顔写真付きの資料とにらめっこしていた。昼休憩では一人で食べている俺の様子を伺い、もしよかったら一緒に食べてもらえませんか、もしテラスとかあれば教えてほしいし、と声をかけてくるほどだった。俺は困ったな、断るのも悪いし、かといってはいいいですよとも言いたくはない。そうしていると竹内が来て、課長、せっかくなら私とお昼一緒に食べません？彼は一匹狼が趣味みたいなので、ポーチが正解なんですよ、と言って富田課長と共にテラスへ向かっていった。いつもは俺の孤独ライフの邪魔ばかりをしてくる竹内だが、今日ばかりはナイスと心の中で思った。しかし、その後も富田課長は、何かと一人でいることが多い俺のことが気になるというか気にかけてくれているようで、ちょくちょく面倒を見る姉のように、おはようございます、
本日の体調はどうですか？辛いことがあれば何でも相談してくださいね。仕事で困ったことはないですか？何かあれば声かけてくださいね。などと、一日に一回は俺に声をかけてくる。本来なら、美人上司から毎日のように声をかけてもらえることは嬉しいことなのかもしれない。だが、極力面倒事を避けて生活している俺からすると、いい迷惑だった。富田課長が俺に声をかけるたびに、竹内がやってきて何かと理由をつけて富田課長を俺の元から話してくれる。この一連の流れがいつの間にか俺たちにとって当たり前の日常だと認識するようになっていた。だが、それもだんだん変化していき、以前までは竹内だけが俺の充実した孤独ライフを邪魔してきていたのだが、今では富田課長を含めた3人でお昼休憩の食事をすることが増えていた。そんな状況でも、基本的に俺は黙々と食事をして、女子2人が女子トークで盛り上がり、時折俺に意見を求めてきて、俺は適当に返事をする。すると2人は、もうちゃんと答えてよ。私も気になります。せっかくだから答えてほしいです。なんて言ってくるようになったが、それでも俺は一貫して適当に相槌を打つことしかしなかった。そんなたわいもない日常のある日のお昼休み。なんかさ、相島くんって俯瞰して私たちのこと見てるような節あるよね。頭いい雰囲気してる。大学どこ？と唐突に尋ねてくる竹内。俺は別にどこでもいいだろうとそっけなく返答する。その態度が余計に勘ぐらせてることわかんないかなぁと不満を言いつつもおかずを口に運ぶ。前に人事部の先輩に教えてもらおうと思ったけど、基本的に個人情報だし、何よりうちは入社時に情報開示、非開示のアンケートを取ってるからね。彼は非開示を選択したから僕からは教えられないよ。本人と仲良くなって聞き出すしかないねって言われちゃってさ。もう教えてくれたっていいじゃない。そんな俺と竹内のやりとりを見ていた富田課長は恐る恐る、冴島くんって頭いいの？と真剣に尋ねてきた。俺はいやいや、こいつが勝手に言ってるだけですよと否定する。しかし富田課長はお願い、どっちにしても二人に相談しようと思ってたことがあるの、実は、とおもむろに部長から任された仕事の件を話し始めた。簡単に要約すると、海外企業との競合プレゼンを任せられたというのだ。私が任せられたとはいえ、プレゼン苦手で、英語でも話す練習しないといけなくて、全然資料作成進んでいないの。もし余裕があるなら二人とも少し手伝ってもらえませんか？もちろん手伝いますよ。竹内は俺の返事を待たずして胸にドンと拳を置き、任せろとばかりに提案を承諾する。面倒事が大嫌いな俺はすぐに、いやいや、俺はやらないですよ。自分の業務がありますし、と拒否したが、富田課長からのお願い、失敗するわけにいかないの。いや、竹内からの、冴島、それでも男なの？こんなに可愛い私と美人上司からお願いされて断るなんて信じられない。と言ってきて、他の社員の視線が痛い。二人の猛烈なお願いに根負けする形で、本当に仕方なく了承した。プレゼン当日、パソコンを片手に会議室に向かう富田課長と俺。竹内は資料作成補佐、俺は原稿作りの補佐をやっていた。そのため、プレゼンに同席するのは、内容をより把握している俺である。富田課長は緊張からかパソコンを持つ手が震えている。あんなに真面目な課長がこんなに緊張するもんなんだなと思いながら、仕方ない、励ますかと富田課長に声をかけた。大丈夫ですよ、竹内も頑張ってたし俺も手伝ったんだし。俺にとっては励ましたつもりだったが、富田課長の震える手は止まらない。果たしてちゃんと励ますことができたのだろうか。
俺と竹内はあくまで補佐だ。手伝いやプレゼンの構成などのアドバイスくらいしかしていない。実際プレゼンをするのは富田課長だ。彼女が毎日毎日残業して頭を悩ませ、より良いプレゼンにするためにはとどれだけ考えていたことか。俺は富田課長の頑張りを今までちゃんと見届けてきたつもりだ。うまくいきますよ。俺は改めて激励の言葉を送る。今度は俺の言葉をしっかり受け止め、ゆっくり深呼吸をし、覚悟を決めたように言葉に力強くうなずく富田課長。それじゃあ、冴島くん、準備はいい？その言葉を待ってたと言わんばかりに俺は、もちろんと言い、二人で会議室へと入った。まだ参加者はあまり集まっておらず、俺たちは最後のプレゼン確認をしていく。プロジェクターに接続してマイクテストを行い、あとは参加者が揃うのを待つだけというところだった。プレゼンが始まる数分前。ちょっと、プレゼン担当の、富田くん、こっちに。そう言って、富田課長を呼び出したのは、工藤社長だった。社長、どうしたんですか？と、慌てて社長の方へ駆け寄る富田課長。何かトラブルがあったのではないかと心配になった俺は、富田課長に続いて社長のもとへと向かう。君は、俺の存在を疑問に思ったのか、社長はこちらを見て困惑している。彼は私の部下の冴島くんです。今回のプレゼンの副担当的存在で手伝ってくれていたので、今日もサポートとして呼びました。それより社長、もうすぐプレゼンの時間なのに、どうしたんですか？何かあったんですか？富田課長は俺の紹介を簡単に済ませると、社長からの呼び出しなんてただごとではないという雰囲気で恐る恐る社長に尋ねる。ああ、プレゼンなんだがね。今日来るのはアメリカ企業のみの予定だったんだがね。競合相手でもある海外企業数社。アメリカだけじゃなくて中国やロシア、他にもいろんな海外企業が参加したいと連絡があってね。もちろんその代表者も複数人いるんだよ。英語だけっていうのもどうかと思うからね。パワポの資料はもう変えれんだろうから、口頭だけでいい。数カ国語で説明してほしいんだ。他の会社を出し抜くためにも、日本語だけではなく数カ国語に対応できるというのを見せつけてやらんとね。と、プレゼン数分前の今、無理難題な無茶ぶりを提案してきた。提案してきたというか、ほとんど命令に近いだろう。社長の言うことに逆らえるはずもなく、富田課長は顔面真っ青にしながらも、頑張りますと返答をするしかなかった。それじゃ頼んだぞと自席に戻る社長。俺たちは控室に戻ると、どうしよう、せっかくみんな協力してくれたのに、このままじゃ私のせいで、そうつぶやき泣きそうになる富田課長。今の状況じゃとてもじゃないけど彼女がプレゼンをすることは不可能だ。どうにかしなければ、そう思ったが、無慈悲なことにすぐにプレゼンの時間が来てしまう。それではプレゼンの方に移りたいと思います。まずは日本の工藤商社からです、どうぞ。と午前に立つように促される。富田課長は動くことができず椅子に座ったままだ。ざわつく会場。社長は何をしているんだと言わんばかりにじろりとこちらを見ているのが控室と会場の隙間から見える。富田課長はそれでも動けない。俺はその様子を見て決心した。富田課長、資料を貸してください。俺が行きますと言って舞台へ上がり、パソコンを広げる。社長はなんであいつが立っているんだと首をかしげていたが、その困惑した表情はすぐに驚いた表情に変化した。そう、俺は英語でプレゼンを始めた。さらにポイントポイントで使う言語を話し、プレゼンを進めていく。
競合企業は俺にただただ感心しているようだったが、同僚の社員は、なんであいつあんなにいろんな言葉話せて、なんて言ってるかよくわかんないけど、外国人にはどうやら伝わってるみたいだし、なんであんなにペラペラなんだよ、と驚いている様子だった。そうして、俺たちのプレゼンは大成功に終わった。プレゼンが終わった後、俺と富田課長は改めて社長室に呼び出された。先ほどのプレゼンは素晴らしかったよ。ああも臨機応変に対応できるとは、君たち何者だね。まさかあれほどうまくいくとは正直思ってなかったよ。と笑いながら絶賛された。それから自分の席へ戻ると、噂を聞いた竹内からも、冴島、やっぱりただものじゃなかったわね。能ある鷹は爪を隠すってよく言ったもんだわ。でも、なんで数カ国も言語を使えたわけ？あ、どうせおいおいバレるんだから、今のうちにちゃんと言っといてね。と詰められる。これ以上は隠しきれないか。観念した俺は自分が、兄弟首席であること、在学中は言語を中心に勉強をしていたこと、いろいろな国を巡ったことなどを話した。嘘でしょ？そんなハイスペックなのに中身こんな残念なんて。全ては与えないってことね。神様もちゃんとしてるんだわ。と笑う竹内。兄弟出身なんて言ったら悪目立ちするだろ。だから今まで黙ってたんだ。日陰で生きていきたい俺からすると、自分の出身大学がバレることは、是が非でも隠しておきたいことだった。富田課長も、冴島君が兄弟出身だったなんて全然知らなかった、と唖然としていた。それに比べて、私なんか社長から要望を言われた時に動くことすらできなかった。しかも部下の前で泣きそうになって、本当に情けない姿を見せてしまったわ。それでも、ありがとう、冴島君。あなたには本当に救われたわ。と、改めて深々と頭を下げられる。そこまで感謝されるとは思っていなかった俺は、ちょっと照れてしまったが、隠すように。あそこでプレゼンができずに社長にどやされる方がめんどくさいですし、変な空気になって目立ちたくはなかったから仕方ないです。と、むっきらぼうに答える。またまた強がっちゃって。いじってくる竹内を今日も俺は流しながら自分のデスクに戻るのであった。俺が兄弟の首席であることが分かった上層部は、俺に課題を課して売り上げを伸ばそうとした。あくまで仕事として振られる以上やらないわけにもいかない。仕方なく担当になったことをそつなくこなしていった俺は、どうやら上層部の期待に応えてしまったらしく、会社の売り上げはうなぎ登り状態らしい。これをきっかけに、さらに昇進の話も持ちかけてきたが、俺はあくまでも平和的に一人を楽しみたいだけだ。断固として今の地位を譲らなかった。平社員でいいです。もちろん指示された仕事はやります。それによってどれだけ会社が成長しようが、俺は平社員として働くことが望みです。俺の固くなな意志に、やがて上層部は折れた。今はひとまず、もし気が向いたら話を受けてくれ、という形で保留状態になっている。保留とはいえ、もちろん俺は受ける気はさらさらなく、そもそも昇進の話はなかったことにしてほしいと思っていた。しかし、富田課長や竹内、俺の能力を目の当たりにした社長たちから、とにかく昇進してくれと言われる。それでも、安寧を優先する俺が首を縦に振ることはなかった。そんな慌ただしい日々が続いたが、今日も変わらず3人で食事をする。いつもと違うのは場所だった。狭い机で寄り合って食べるのは窮屈だ。と、ついに声に出して言ってしまった。驚いてこちらを見る竹内さんと富田課長。俺は全てを諦めて、ほら、一緒にご飯食べるんだろう。それなら、こんな狭い席じゃなくて、テラスで食べよう。そう俺が言うと、二人ともさらに驚愕している様子だった。しばらくして竹内が、ついに
3人で食べることに賛成したと歓喜する。今さら嫌だって言ってもどうせ引き入れてくれないだろうと思わずつぶやいた。テラスで3人で昼食を食べていると、いやあ、そろそろ話を受け入れてくれたかねえと、のぶとい声が後ろから響く。この声はと後ろを振り向くと、そこには社長がいた。社長はニヤニヤしながら俺の肩に手を置く。私からしたらこんなにも美味しい話を逃すなんてもったいないと思うんだがねえと話しながら、空いている席に腰を下ろしお弁当を開く。まさかここで食べるんですか？当たり前のようにお弁当を広げて食べようとしている社長に驚き、思わず声に出してしまった俺の言葉に、社長はにんまりとうなずいた。社長が来たので、調子どうかねの攻撃が始まると身構えていたが、思っていたよりたわいない会話がメインだったから安心していた。のもつかの間、去り際に、やっぱり考え直してくれよ。単に兄弟出身ってだけじゃなくて、首席で、しかも実力もちゃんと備わっていると来た。君を昇進させなかったら他の者に示しがつかんだろうと言って、それでも首を横に振る俺を見て、ちょぼくれながら社長室へと帰っていった。俺がため息をついて後ろを振り向くと、竹内と富田課長が深くうなずきながら、逆に聞きたいんだけど、なんでそこまで堅くなに昇進とか目立つの嫌がるのと竹内が代表して尋ねてきた。俺は二人になら話してもいいかと、いやいやながらも自分の過去を話し始めた。俺は小さい頃は今とは真逆、それこそ竹内みたいに社交的でクラスの中心的な存在だった。クラス委員をしたり、競技大会でも率先して先頭に立つリーダータイプの子供だった。さらにその頃から学問の才能があったため、成績も良く、いろんな人に褒められていた。そういった毎日を危機として過ごしていた。そんなある日、通学の授業の時に教師が考えた難しい問題を俺指定で当ててきて、それに答えた。今思えば、あれは自信満々に解けないだろうと出した問題をあっけなく解いた俺に対する嫌味だったのだろうが、教師から、まあお前は解けて当たり前かと鼻で笑われた。それがきっかけなのか、前から鬱憤が溜まっていたのか定かではないが、クラスメートからも、あいつ何でも答えれるからいい気になってるというやっかみをされることが増えた。それからも、何か目立つことをするたびに、目立ちたがり屋やできて当たり前など自分が思う評価とは異なる評価が周りからされていることに気がつき始めた俺。一度そう思い始めると、クラスで目立つことは悪いことだと思い、なりを潜め始める。できるだけ目立たないようにと行動するが、勉強は好きだったので、どうしても成績は上位になってしまう。そこで成績が良くても目立たない学校に行こうと思い、変わり者が多いと言われる京大に進学しようと決めたのだった。大学に入ってからは、自分の興味のあることにどっぷりと浸かることができた。何をしても、どんなことを話しても、それで聞く人ややっかみを言う人などどこにもいなかった。俺はそんな自由を手に入れたことをいいことに、時間とお金を使っていろんな国々へ興味の赴くままに海外旅行をした。幼い頃からもともと言語や多文化に興味のあった俺は、実際に現地で生の情報を手に入れるために、その土地で使われている言語を学び、彼らの輪に入ることを目指した。やはりその土地に馴染むには、その土地の風習や言語を得得、理解をしていた方が良いと思ったからだった。そうやっていろいろな国を巡り、たくさんの知識を身につけ、大学を卒業する頃には数カ国語を扱うことができるようになっていた。しかし、そういった多言語を使用することができるという長所は、社会に出れば少数派であることは分かっていた。京大という特殊な環境だからこそ特別目立つことはなかったが、
社会に出てしまえば少数派は未だに排他的に扱われてしまう。子供時代に逆戻りだと思った俺は、自ら進んで日陰で生きていくことに決めたのだ。そしてそれが当たり前になり、人と関わることが億劫になっていった。これが俺自身の能力を隠していた理由だ。そう言って話を締めると、俺の過去の話をすべて聞いた竹内と富田課長は、聞き終わってもしばらく沈黙していた。その後、富田課長は、ありがとう。幼少期のトラウマって辛いわよね。勇気を出して話してくれた俺ってわけじゃないけど、私の昔話もちょっとだけ聞いてくれる？そう言って、富田課長は自分の悩みについて語り始めた。私は幼い頃から間違ったこと、曲がったことが嫌だったの。でもね、小さい子供って基本的に自由気ままじゃない？だから周囲から真面目だ真面目だと言われ続けてきたの。その結果、自分は真面目でなきゃダメなんだと思い込むようになった。高校生になって私も校則を破ってメイクしたり、可愛い格好をしたいって思うこともあったけど、周りのイメージを崩してしまわないか不安になってしまって、いつしか好きな行動を取ることがなかなかできなくなっていった。この部署に課長として就任したのも、前の部署の上司が、君は真面目だからしっかり業務をこなしてくれるだろう。何？謙遜するな。30歳で課長というのはなかなか珍しいぞ。自信を持てって言ってくれたからだったの。でもね、自分のことすらままならないのに、部下の面倒や上司のご機嫌取り、私には無理だと思ったし、プレゼンだって真面目だからという理由で言っちゃえば押し付けられたものなのよね。能力云々の前に真面目ってだけで何でも押し付けられて、でも自分が悪いっていうのは分かってるつもりなの。周りからそうやって真面目って評価されるように動いたのは他ならぬ私なわけだし、と笑う富田課長。俺たちの話を聞いた竹内は、なんだか冴島と富田課長二人とも似てるね、と言った。冴島は周囲から評価されないように自分を作っていたわけだし、富田課長は周囲の評価に沿った自分を作ったわけでしょ。私にはそういうのよくわかんないけど、二人ともそろそろ疲れない？私なら自分を作るなんて絶対に無理。ここはもう幼かった頃の世界じゃないんだよ。周りもきっと分かってくれる人がたくさんいるし、何か言ってくる人がいたら私がやっつけてあげる、とニコリと笑い、タコさんウインナーを口に放り投げた。私、真面目じゃなくてもいいのかな、とつぶやく富田課長に。当たり前じゃないですか。そんな周りに合わせて生きるなんて、そういうのが必要な時だってありますけど、ずっとそうやって生きてたらいつかしんどくなりますよ。今回のプレゼンも冴島がいたからどうにかなったものの、そうじゃなきゃ全部富田課長が責任を負わなきゃいけなかったんですから、と竹内は言う。俺に対しても、昔みたいにあんたをやっかむやつなんてもういないわけよ。プレゼンが成功した後に称賛の声はあっても、いがみ妬みは全くなかったんだよ。ほんと気にしすぎだよね、と一蹴された。俺も好きにしてもいいのかな、とつぶやくと、突如後ろから、お、昇進の話 OK 出た感じ、と社長が顔を覗かせた。俺は富田課長の話を聞いて、竹内からの言葉を胸に留めて、ついに社長からの昇進を受けることにした。俺が当初心配していたような周囲からのやっかみは全くと言っていいほどなかった。それはコネなどで昇進したわけではなく、しっかりとした実力を持ってのものだったので、誰もが認める昇進だった。俺は昇進してからも自分の力を遺憾なく発揮して会社に貢献していくことになった。同時に富田課長も、今までは真面目な課長というイメージが強かったが、実はおっちょこちょいだったり、アニメ好きだったりということが竹内の協力もあり周囲に知られていった。イメージと全然違った、ギャップ萌えという社員の意見も多数あり、
富田課長はいい意味でキャラが変わったように思える。お昼も俺や竹内とだけでなく、いろいろな社員とランチをするようになっていった。それでも週に最低1回は、俺、富田、竹内だけで食事をとることがあり、なんだかんだこのメンバーが一番落ち着くなぁと幸せをかみしめた。ねえ、どっちなの？二人の声が頭に響く。どうしてこうなってしまったのか。事の発端は俺の部下である三浦が。そういえば、冴島課長の周りには美人が多いですよね。真面目だけど、おっちょこちょい。頼れるお姉さんに見えて可愛らしい一面もある富田課長。対して、見た目の可愛さと愛嬌でみんなメロメロ。でも、どこか男前でいざという時に頼れる妹、竹内さん。いやー、羨ましい限りです。ここだけの話、ぶっちゃけどっちが好みなんですか？そう言ってからかってきたのが原因だった。俺は、やめろやめろ。彼女たちはあくまでも占有的な存在であってだな。そうやってはぐらかそうとしたが、どこから聞いていたのか、ちょっと、その話、私も混ぜてよ。と、竹内がやってきた。それと同時に、私も気になります。と、富田課長も近寄ってきた。俺が困っていると、三浦がひらめいたように。冴島課長の口が開かないんじゃ、拉致が開かないっすよね。そうだ。明日のお弁当、二人が作って、勝負とかしたらよくないですか？題して、どっちがお嫁さんにふさわしい？お弁当対決！いや、面白いっすね。と、三浦が半分冗談で言ったのが、現実になり、二人が作ってきたお弁当を食した俺は、どっちの方が美味しかったかと問い詰められているのだ。なんというか、どうしようか、本音を言ってしまおうか。本当のこと言ってよ、冴島。そうですよ、冴島さん。改めて詰め寄ってくる二人に、俺は改めて。じゃあ言うぞ、竹内、まずはお前。お弁当に塩辛ってなんだ、下手したら腹壊すぞ。え、だって前塩辛好きって言ってたじゃない。いや、言ったけどもだな。まあいい。次、富田課長。この卵焼き食べてみてください。と言って、富田課長が作った卵焼きを食べさせる。何これ、しょっぱい。あ、砂糖と塩、入れ間違えたんだわ。そういうことです。まったくもう。ってことで、勝敗はドロー。じゃあ、俺は次の打ち合わせの準備があるから。と言って、その場を逃げ出した。落胆した彼女らを見て、三浦が物陰で、ああ、これは、そもそも、花嫁修行始めるところからっすね。二人とも、バイト。と、励ましていたのは、誰も知らない。社会とは、人と人が関わり合って成り立っている。自分の好き勝手に動いていては、社会は成り立たない。皆が自分勝手にしてしまうと、秩序が乱れ、混沌と化してしまう。しかし、自分を消すことで社会の歯車になってしまうのはとてももったいないことだ。適度に個を出しつつ、自分らしさというのを見失わずに生きていくこと。今の時代ではなかなか難しいことではあるが、そういう生き様こそ周りは憧れるし、まさに人間らしくあり続けることになるのではないだろうか。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。高卒は会社の恥。変を切れ。そう言って笑いながら虫でも払うようにしっしっと手を動かす新社長。いくら自分の就任パーティーだからって俺の席をなくした上に段ボールに座れだなんて。前々から思い込みが激しくて俺に嫌がらせをしてきた彼。それに俺もいい加減愛想が尽きてしまった。では帰りますね。そうつけ俺は会場を出た。それから1時間ほどした頃、新社長から電話が来た。筆頭株主がお前を探している。いいからすぐに戻ってこい。
その言葉にある人物の怒りの表情が頭をよぎり、俺は思わず笑みを浮かべてしまった。俺は相葉誠、大手企業の総務部で働く普通のサラリーマンだ。俺はいわゆる気弱な性格で、強く言われてしまうと思わず引いてしまう。誠は間違ってないんだから、もっと堂々としてればいいのに。そういうのは俺の学生時代からの友人の大山一馬。彼は昔から俺の味方をしてくれ、いつだって自信を持てと背中を押してくれた。お前の仕事ぶり、そっちの部署から聞いてるぞ。一応俺は仕事が丁寧だと部内で評価を受けている。同僚たちも真面目で優しい人ばかりだし、友人もいるので、この会社に入ってよかったと心の底から思っていた。時には同僚たちと飲みに行くこともあり、交流もしっかり深めている。そうだ、次の週末空いてるか？お前が読みたいって言ってた本見つけたから、俺の家で読まないか？本当か？あ、でも今週末はおばあちゃんと約束があるんだ。忙しいけど今週末なら少し時間が取れるって。それならまた今度だな。まあ別に平日に泊まりがけできてもいいし。そう笑って言ってくれる彼に俺は感謝した。俺は割と裕福な家で育った。とはいえ両親は堅実な人たちで、わがまま放題にならないようにと厳しく育てられた。しかし俺がやりたいことは全力で応援してくれる優しい両親でもあった。誠は真面目でいい子だから、どんなことでも真剣に取り組む。だから私たちも応援したくなるのよ。そう言って俺の頭を撫でてくれた両親。その両親は俺が中学生の時に事故で他界してしまった。それ以来俺は母方の祖母に育てられた。誠、しばらく仕事で帰りが遅くなる。一人でも大丈夫かい？俺も中学生だから大丈夫だよ。祖母は多忙な人で、あまり俺のことを構えないといつも気にしていた。それでも両親と同じように優しく厳しく育ててくれた。そんな祖母を俺は今でも尊敬し、大切な家族だと思っている。彼女とはどうなんだ？順調だよ。そっちはどう？俺も順調。今日も一緒に食べる予定だし。俺には3年の付き合いになる恋人、小島咲子という女性がいる。彼女は最近念願の弁護士になったばかりだ。咲子とは趣味の読書サークルで出会った。あ、相葉くんの読んでる本、私も気になってるんですよね。うん、結構面白いよ。話の展開が読めなくて、次は何が起きるんだろうとドキドキするんだ。もうすぐ読み終わるから貸そうか？本当？ぜひお願いします。私も読んだら感想会しましょう。本の趣味が同じで、貸し借りするうちに交際へと発展した。私ね、弁護士になるのが夢なんだ。昔お母さんを助けてくれた先生みたいな人に。彼女の夢は弁護士。そのため司法試験に集中する咲子を俺は陰から支えた。同棲して家事をしたり、差し入れや気分転換を一緒にしたり、合格した時は一緒になって大喜びしたものだ。司法修習を終えて弁護士資格を取った咲子はようやく弁護士事務所に就職した。仕事が落ち着いたら結婚しようね。ああ、もちろん。そんな約束もしており、俺は幸せな日々を送っていた。ある日、海外から取引先の社長が来ることになった。そこで君に翻訳を頼みたい。はい、喜んで。そこで英語に堪能な俺が通訳に指名された。守屋雄三専務につき通訳をする予定だ。そのため俺は専務へと挨拶に伺う。今日はよろしくお願いします。ああ、相葉君と言ったな。どこの大学を出ている？噂には聞いていたが、
森谷専務は学歴にこだわっているらしい。別に隠す必要はないので、俺は素直に答えようとした。日本での学歴は高卒でして。高卒？そんな学歴のやつがうちの会社にいたのか。説明しようとした俺の言葉は、森谷専務の驚いたような声に遮られた。いえ、あの高卒というのは。もっとマシな学歴の通訳はいないのか。俺に高卒なんぞつける気か。なんとか説明しようとするも、すっかり勘違いしている森谷専務は俺の話を聞こうとしない。そこで俺の気弱さがあだになった。森谷専務の気迫に負け、俺はどんどん口を閉ざしてしまう。そんな俺に目もくれず、周りに怒鳴る森谷専務。しかし俺以上の適任はいないということで、周りから説得され、しぶしぶという感じで俺を通訳としてつけることに納得した。いいか、くれぐれも恥ずかしい真似はするなよ。はい。そして海外からの顧客が来て、森谷専務が案内をした。自分で言うのもなんだが、完璧な翻訳をしたつもりだ。そんな俺を海外の顧客は気に入ってくれ、笑顔で話しかけてくれる。俺も誠心誠意おもてなしし、なんとか契約まで持ち込めるように努力した。そうですか、今回は見送りにするしかないですね。しかし条件にどうしても折り合いがつかず、契約は見送られることになった。これに関しては仕方ないものだ。誰が相手しても、誰が翻訳しても無理だった。契約が失敗したのはこの低学歴のせいだ。しかし森谷専務は、それを低学歴の俺が通訳したからだと責任転嫁してきた。いくら他の社員が数字で折り合いがつかなかったと説明しても、森谷専務は、この低学歴の無能がもっとうまく通訳していたら契約ができた、これだから高卒は使えないんだ、そう言って俺をなじってきた。森谷専務の怒りは強く、誰もそれ以上反論することができない状況だ。散々怒鳴った後、森谷専務は足音荒く帰っていった。聞いたぞ、誠、専務に八つ当たりされたって。カズマ、うん、まあね。人に文句言う前に通訳してくれたことに感謝しろってな。カズマをはじめ同僚たちがすぐにフォローしてくれた。それに感謝しつつも、やはりモヤモヤしたものが残ってしまう。学歴を気にしてるのは知ってたけど、勘違いして暴走してあんな人が専務だなんて、なんだか不安だな。あの感じだと俺にまた絡んできそうだし、はあ、厄介なことにならないといいけど。これからのことを考え、俺は深くため息をついた。そして俺の嫌な予感は当たってしまう。それからというもの、何かにつけて森谷専務は俺に辛く当たるようになった。もともと専務は総務部の人だからな、それで余計に気に入らないんだろう。総務部は森谷専務の古巣なので、自分の領分に高卒の俺がいるのが我慢がならないのだろう。それが総務部長の推測だった。森谷専務は俺を呼びつけては雑用させたり、総務と関係ない仕事をさせようとしてきた。なんで高卒無能なんかがうちの会社、しかもよりによって総務に。そういうやつはいらないんだよな。そして断るごとに、高卒無能の居場所はないと圧力をかけてくる。総務部長も森谷専務には逆らえないらしく、表立って俺のことをかばえない。それ専務からか。あ、はい。ならこっちの仕事は他に回す。だから相場はそっちの仕事に集中しろ。しかし総務部長は、俺の負担にならないよう森谷専務の仕事を押し付けられている間は、俺の総務での仕事を周りに分散させて、オーバーワークにならないよう気を使ってくれる。いつもありがとうございます。いや、気にするな。むしろこれくらいしかできなくてすまない。いえ、相手はあの専務ですから仕方ありません。
総務部長の気遣いに心から感謝する。しかし守屋専務からの嫌がらせがエスカレートしていくばかりだった。時には理不尽に叱責されることもあり、他の社員からかわいそうな視線を受けることもあった。誠、大丈夫か？大丈夫。総務部長や同じ部署のみんなが助けてくれるから。俺もできるだけ助けるからな。ありがたいけど、カズマは営業で忙しいだろ。俺の言葉に、そうだけど、と心配そうな顔してくれるカズマに礼を言う。俺も彼女に相談してみるから、お前も彼女に相談しろよ。ありがとう。サキコはともかく、なんでカズマの彼女に？と内心首をかしげるが、とりあえずうなずいておいた。確かに弁護士であるサキコには相談すべきかもしれない。しかし彼女も弁護士として駆け出したばかりで忙しいだろう。誠、会社で何かあった？え？なんか考え込んでる顔してるわよ。そう思っていたが、サキコに見抜かれてしまった。そのため俺は彼女に会社の愚痴を言ってしまう。サキコは俺の話を真剣に聞いてくれた。もしもの時のためにその守屋専務という人の暴言の記録を取って。でも自衛のためにもね。いざという時その記録があなたの身を守ってくれるから。そう彼女に説得され、俺はそれ以来ポケットにボイスレコーダーを仕込むようになった。俺はそれからも守屋専務からの嫌がらせや暴言を受けていた。高卒無能がいつまでずうずうしくこの会社にいるつもりだ。申し訳ありません。しかし胸のボイスレコーダーのことを考えると、なぜか前より苦痛を感じなくなっていた。暴言の証拠を集めていると思えば気が楽になったのだ。誠、ちょっといいか？ああ、大丈夫だけど。カズマ、彼女は？私、カズマくんと交際してる深山千春って言います。守屋専務が立ち去ったところで、カズマとその彼女さんに声をかけられた。千春さんは俺たちより年上で事務で働いているらしい。守屋専務のことを聞きたくて。専務のことを？厳密には彼にされたことかな。とりあえず俺たちは会議室に移動した。終始戸惑う俺に対し、カズマから、戸惑うのはわかる、でも話してほしいと言われたので、俺は彼女に今までの暴言や嫌がらせを話す。そんなことまでされてたのか。俺の話を聞いてカズマは顔をしかめた。部署が違うから嫌がらせの詳しい内容までは知らなかったのだろう。心配と怒りが混じった表情をしているカズマ。本当に彼は友達思いのいいやつだ。いろいろと聞かせていただきありがとうございます。何か考え込んでいた千春さんは丁寧に俺に頭を下げる。それに随分と礼儀正しいなと思いながら、俺もどういたしましてと頭を下げた。あの千春さんって何者ですか？なんかただの事務の人って感じがしないんですけど。俺の言葉に千春さんは一瞬キョトンとするが、すぐに優しい笑みを浮かべる。今はまだ内緒です。もろもろ解決したらお話ししますから。そういう彼女に俺もいずれ教えてもらえるならと、その場は引いた。それからすぐのことだった。守屋専務が新社長に就任することが決まり、俺はようやく嫌がらせから解放されると安堵した。専務の時はいざ知らず、さすがに社長になったら一社員に構っていられないだろう。俺はそう考えたのだ。もうしばらくの辛抱だ。俺は自分にそう言い聞かせた。そんな俺の思いはあっさりと切り捨てられることになる。しばらくして新社長就任式の日、全社員の前で挨拶する元専務の守屋新社長。その後の新社長就任パーティーに俺もとある理由で出席する予定だった。ここだよな。
受付で案内された席に行くと、俺の席の椅子がなかった。それに戸惑い、何度も確認するが、俺の席に間違いない。お前の席なら撤去しておいたぞ。そこに森谷新社長が来て、そんなことを言い出した。ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべている森谷新社長を、俺は戸惑いながら見る。どういうことですか？席表にお前の名前があったのを見たときは驚いたよ。一体どんな手を使って、高卒のドブネズミが俺のパーティーに潜り込んできたんだ。そう問い返してくる森谷新社長。ドブネズミだなんて。まさかお祝いの席でそんなことを言われるとは思わなかった。私は正式に招待されたんですよ。だったらお前の席は、そうだな、あれにしよう。俺が言い返すと、何か思いついたように一度離れる森谷新社長。そしてパーテーションの裏から段ボールを持ってきて俺の席に置いた。底辺には段ボールの椅子で十分だ。森谷新社長はそう言って高笑いする。ここまでされて俺もさすがに腹が立った。いくら社長になったからといって好き勝手しすぎだ。こんなことをしていいと思っているんですか？気に入らないなら会社から出ていけ。俺が新社長になったからには高卒に居場所はない。俺の反論したことが尺に触ったのか、森谷新社長はいつものように怒鳴り返してきた。それにいつもなら黙り込む俺も、今は腹が立っているので睨み返す。そんな俺に一瞬驚いた顔をするも、すぐにバカにした笑みに変わる。高卒は会社の恥、変を切れ。そう言いながら虫でも払うようにしっしっと手で払ってくる。それを見て俺の中で何かがプツンと切れた。今は嫌がらせをされても、いつか俺のことを本当の意味で見てくれる、そう思っていたが、もうどうでもよくなった。では帰ります。すっかり諦めた俺はそう告げ、会場を後にした。そんな俺を森谷新社長が、二度と俺の前に現れるなよと言いながら笑っていた。俺は会場を去り、適当な店に入った。そこでこれからどうしようか、あんな新社長のもとでは仕事をしたくないと一人でいろいろと考えていた時、俺のスマホに着信が入る。それに時計を見ると、俺が会場を出て1時間ほど経過していた。相手の名前は森谷新社長。正直出たくないと思ったが、俺は渋々電話に出る。今すぐ戻ってこい。何言ってるんですか。俺はそちらと縁を切ったので、会社ももう辞めます。だから戻りません。やたら焦った声に俺は冷静にそう返した。筆頭株主がお前を探している。いいからすぐに戻ってこい。俺の言葉なんて聞いてないという感じで一方的に切られた電話。本当に自分勝手な人だな。筆頭株主、ああ、ついたんだ。俺はある人を思い浮かべ、多分ものすごく怒っているんだろうなと思わず笑ってしまう。そしてあの人がいるならと会場に戻ることにした。これは一体どういうことなんだ。会場に入ると青ざめた森谷新社長と、その前に立つ白髪の女性の姿が目に入った。白髪の女性はものすごい剣幕で、誠をどうしたと森谷新社長に怒鳴っている。その女性は俺の祖母の結城智恵で、俺の会社の筆頭株主だ。今回俺は祖母の付き添いとしてパーティーに招待され、会場チェックを兼ねて先に会場入りしていた。あれ、祖母のそばになぜか千春さんが立っている。ふと彼女と目が合い、にっこりと微笑まれた。あ、相葉くん。それにより森谷新社長が俺の存在に気づき、慌てたように通ってくる。祖母も俺に気づき、一瞬温かい目を向けられたが、すぐに厳しい視線を森谷新社長に向けていた。
君が筆頭株主の関係者だとは知らなかった。頼むから結城様の機嫌を取り直してくれ。そう言って俺にすがりついてくる彼に、情けないなと思いながら近づいてくる祖母に視線を向ける。まこと、あんた会社でどんな扱いを受けているんだい？怒りながら尋ねてくる祖母に思わず苦笑する。相変わらず怒るとすごい気迫だな。あんたの席に段ボールが置いてあったのよ。信じられない。まあまあ、とりあえず落ち着いてよ。まずはこれを聞いて。僕は祖母をなだめながらポケットからボイスレコーダーを取り出す。そして普段から言われていた暴言の数々をありのまま祖母に伝えた。高卒無能がいつまでずうずうしくこの会社にいるつもりだ。会場に響く暴言、それにシーンと会場が静まり返る。結城様、こちらも参考にしてください。すると千春さんが祖母にスマホの画面を見せる。そこには俺が罵倒されたり仕事を押し付けられたりといった姿が映されていた。その映像を見て、いつの間に撮られてたんだとのんびり考える俺。顔面蒼白になる森谷新社長、そして静かに怒りを高める祖母と、反応は様々だった。普段からどんな扱いを受けているか各部署から証言も集めています。必要ならそちらの方も提示しますよ。そして千春さんはにっこりとまた微笑んだ。その微笑みは先ほどと同じはずなのに、どこか背筋が凍りそうなものだった。いえ、違うんです。高卒にはこの会社での仕事は能力的に辛いと思って。何を言ってるんだい。誠はアメリカの大学を出ているんだよ。それも飛び級でね。言い訳を始める森谷新社長に祖母はそう説明した。その言葉に彼は目を丸くする。アメリカ？飛び級？そんな、彼は自分で高卒だと言いましたよ。森谷新社長はすっかりうろたえており、俺の方を見て、そうだろ？と訴えてくる。飛び級でアメリカの大学を卒業しても、日本の文科省は大卒とは見てくれないんですよ。だから日本での学歴は高卒なんです。でもアメリカでの学歴は大卒ですよ。そんな森谷新社長にそう説明した。俺の言葉に、そんな嘘だとつぶやく彼に、ついでにもう一つ教えることに。それにこの会社の入社試験を受けた時は、履歴書に日本の学歴もアメリカの学歴も記入しました。それをどう判断されたのかは分かりませんが、入社試験に受かったので、会社としては私の学歴を受け入れてもらったと思っています。追加でそう話すと、森谷新社長は黙り込んだ。それにしても、よくまあ一社員にここまで陰湿な嫌がらせができるもんだね。祖母が俺の席に置かれた段ボール椅子を見ながら言う。怒りは一応収まったのか、呆れたような視線に変わっていた。それは相葉君が結城様のお孫さんだと知らなくて。この後に及んで、まだ言い訳をしようとする森谷新社長。私は祖母の力で就職したと思われるのが嫌だったんです。だから俺は周りには黙って入社試験を受けて、自分の力で受かったのだ。そして入社後は当時の社長にだけ筆頭株主の孫だと打ち明けた。その他の人には黙っていてほしいとお願いしていた。目立ったり注目されたりするのが苦手なので、それが俺の意思だった。当時の社長はそんな俺の意思を尊重し、今まで誰にも言わないでくれていた。私の孫だって知っていたらやらないなんて、とんだクズだね。祖母は森谷新社長の言い訳に対してそう皮肉る。その言葉に彼は言い返せず、うなだれた。それからパーティーは新社長を祝福する雰囲気にならず、そのまま食事会となった。森谷新社長は一人会場を出て行った。俺は祖母に付き添いながらあちこちで挨拶を済ませる。お疲れ様です、誠さん。あ、千春さん。一通り挨拶を終えたところで
千春さんに声をかけられた。それに俺は先ほどの証拠を集めてくれたことに感謝する。いいんですよ、カズマくんに頼まれてましたから。ところで千春さんって？実は私は前社長の身内なんです。結城様はおじに紹介されたのがきっかけで、今はお茶飲み友達なんです。そう言っていたずらっ子のように笑う千春さん。何でも彼女は前社長の姪にあたるらしい。うちの会社は世襲制ではなく実力で次期社長を決める。それ自身は彼女も納得しており、自分が継ぐつもりは前からなかったそうだ。前社長が退任するにあたって守屋専務が社長に就くことは納得していた。しかしそんな守屋新社長が俺に嫌がらせをしているという噂を耳にした。そんな頃に一馬くんから誠さんのことを相談されて、彼女は一馬にだけは自分の身分を明かしていた。そのためどうにかできないかと彼女に相談したらしい。それで私もいろいろと調べていたんです。そうだったんですか、一馬が。調べていくうちに彼におじが大切にしていた会社を任せたくないと思ったので。そう言って微笑む千春さん。その笑顔を見て一馬が惚れ込んだ理由が分かった気がした。それじゃあ私はそろそろ失礼します。送りましょうか？いいえ大丈夫、一馬くんが迎えに来てくれてますから。その言葉に、これからデートですかと聞くと、彼女は顔を赤くしてうなずいた。そんな様子を見て俺も咲子に会いたいなと思う。少しでも早く彼女の元に帰るために、俺は祖母の付き添いとして立派に勤めよう。会場を出ていく千春さんを見送りながら、俺は気合を入れ直した。結局守屋新社長はその後に株主総会決議によって解任が決意され、社長から退くことになった。ただ能力はあるということで子会社の社長に就任するそうだ。守屋社長は心を入れ替えたのか、学歴で社員をバカにすることはなく適切に会社を運営している。誠、今回のことで慰謝料を請求すべきだと思う。俺はもう気にしてないよ。それがけじめよ。あなたは守屋から苦痛を受けた。その清算をすることはあなたにとっても彼にとっても大事なことなんだから。そういう咲子の提案で俺は守屋社長に慰謝料を請求することに。守屋社長は素直に応じ慰謝料を払ってくれた。正直驚きました。こねられるんじゃないかって。まあそっちにいた頃の俺だったら絶対に払わないと言っていただろうな。守屋社長はすっかり変わり落ち着いた様子を見せていた。それに俺は思わず理由を聞いてしまう。昔から俺の家では学歴が全てだった。低学歴は底辺で高学歴の人間にしか価値がないと。守屋社長が学歴にこだわっていたのは彼の家が代々学歴主義だったかららしい。彼には弟がいるそうだが、その弟は自分の好きなことをして生きるのをモットーに自由気ままに暮らしている。結果守屋社長の両親は弟をいないものとした。家の言う通り有名大学を出たおかげで俺は出世できた。一方で弟は相変わらず自由気ままに暮らしている。守屋社長の家は彼のことを褒めたが、あくまでそれは自分たちの言う通りに高学歴になったからであり、彼自身の才能として認めていなかった。頭ではそれを分かっていたが、俺はずっとそれを否定していた。それによってできた日々のせいで俺は常にイライラして周りに攻撃的だった。しかし今回の一件で守屋社長は家から見放された。逆に弟が自分の会社を立ち上げて成功したことで、今度は弟を褒めたたえるようになった。そんな様子を見て自分でもバカみたいに思ったんだよ。それで自暴自棄になりそうな守屋社長を家の関係者を突っぱねた弟がいさめ、ずっと彼を支え続けた妻がいたわってくれた。それで完全に目を覚ました。これからは家のためじゃなく俺自身と会社、そして家族のために
一からやり直すと。そういう森谷社長に少しだけ好感が持てた。きっとこれからの彼なら大丈夫だろう。それで慰謝料のことだが、どうやったら君に償えるだろうと考えていた。だから請求してもらって逆に助かったくらいなんだ。その言葉にさすが咲子だなと内心感心してしまった。それから俺は相変わらず仕事を続けている。祖母と森谷社長とのやりとりで俺が筆頭株主の孫だと会社の人にはバレてしまった。でも俺と祖母は別です。どうか特別扱いなどせず今まで通りに接してください。しかし俺は特別扱いを望んでいないので周りにそう頼んだ。周りはそんな俺の願いを理解し今までと同じように接してくれている。それに俺は同僚たちに感謝し今まで以上に真面目に仕事に取り組んだ。カズマが千春さんに相談してくれたおかげで証拠がたくさん集まって助かったよ。それはよかった。俺は今回のことでカズマに感謝しお礼として食事をおごることに。カズマは昔から俺が資産家の家だとか関係なく接してくれるから本当にありがたい存在だ。お前はそう言ってくれるけど俺だってお前に感謝してるんだぞ。え？俺とカズマが親しくなったのは高校の時、彼から声をかけられたのがきっかけだった。部活で挫折しかけた時お前が応援してくれたから俺はもう少し頑張ろうと思ったんだ。当時カズマは周りについていけないからと部活を諦めようとしていた。そんな時俺は両親に応援してもらったことを思い出し、もう少しだけ頑張ろうと彼に言ったのだ。結果彼は誰よりもいい結果を出し劣等感を振り払った。周りはもう諦めてる状態でお前だけは俺の味方をしてくれた。だから俺もお前の味方であり続けようと思ったんだ。そう笑って話すカズマ。俺は初めて聞いた彼の思いに涙が出そうになるのをこらえる。そして感動しているのをごまかすため話題を変えようと世間話をすることにした。俺とカズマが同じ会社に入ったのは完全な偶然だったこと。カズマは千春さんにベタ惚れで、パーティーでの彼女の凛とした姿にますます惚れたなど、いろんな話をして楽しい時間を過ごすことができた。おかえり、まこと。ただいま。家に帰ると笑顔の咲子が待っていた。なんだかすごく嬉しそうな顔してるわね。そう、楽しかったからかな。それはよかった。最近のまことはずっと何か考えてるみたいだったから。そういう咲子にお礼を言えば、何のこと？とクスクス笑い出す。そんな彼女を見てこの笑顔を守りたいと思った。それからしばらくして咲子の仕事はようやく落ち着いたとのこと。そっか、じゃあ俺と結婚してください。はい、喜んで。そして僕たちは結婚することに。あまり目立ちたくない俺のことを考え、咲子は家族と本当に親しい友人だけを呼んでの式を提案してくれた。ありがとう。でも本当にいいの？いいのよ、別に。私は派手な結婚式とか興味ないし、私もあなたも心の底から楽しめるものにしないと。そう言って笑う彼女を俺はますます好きになった。それから俺は祖母とカズマと千春さんを呼ぶことに。咲子の方は家族だけ呼んだので式はこじんまりとしたものになった。しかしとても温かい式になる。誠も咲子さんも幸せになるよ。実は私たちも年内の結婚を考えているんです。ぜひ。俺のことを祝福してくれる二人、その時は心の底から祝福すると約束した。一方で祖母が俺の晴れ姿を見て泣いて喜びながら咲子に頭を下げて、誠をお願いしますと言っていた。はい、お任せください。必ず誠さんと幸せになります。よろしくお願いします。誠も咲子さんも今までたくさん頑張って苦労したでしょ。だから
二人にはたくさん幸せになってほしいのよ。そう言って笑う祖母。今まで俺のことを見守ってくれた祖母のためにも、咲子と幸せな家庭を築こうと心に決めた。いずれ俺がそんな祖母の財産を継ぐことになるだろう。とはいえ咲子は弁護士なのでとても心強い。まあそれは当分先の未来だろう。まだ祖母には俺たちの子供を抱いてもらわないといけないんだから。咲子のためにも、これからできる家族のためにも、もう少しメンタルを強くしないと。応援してるよ、まこと。大切な家族のため、これからますます頑張ろう。もちろん、誰かを見下したり、バカにしたりしないようにしながら。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんたが予約するような店はどうせ汚い場所でしょ。キャンセルでそんな店行けないわ。と言って電話を切る元クラスメイト。クラス会の予約をすべて私に任せていた上に、当日キャンセルするという徹底ぶり。そこまでして私を困らせたいのか。この店のキャンセル料金どうしたものかと悩んでいると、店の奥からオーナーが顔を出した。彼の顔を見た私は驚きのあまり手に持っていたスマホを落としてしまった。そして私はこの後起こる展開にさらなる驚きを覚えるのだった。私の名前は橘佳代子。旦那と一人息子と三人で仲睦まじく暮らしているただの専業主婦だ。特段周りの家庭と変わったことのない普通の家庭だが、今日は私たち夫婦にとってはとっても喜ばしい日なのだ。本日より息子のカナタは高校生になる。私たち夫婦はカメラ片手に彼の入学式に参加していた。実はカナタが入学するこの学校は私が高校時代に通った学校でもある。私が卒業してかなりの年月が経ち、増改築を繰り返しているので外観は昔とは全く違っているが、中に入ってみると懐かしい風景が目に飛び込んでくる。正門から昇降口までの道には両脇に桜の木が立ち並び、春には花を、夏には緑が生い茂り、通学する生徒たちを温かく見守ってくれる。そんな美しい風景の学校ではあったが、私にとっては苦い青春時代を経験した学校でもあった。私は当時、家庭科部に所属していた。家庭科部は放課後に家庭科室に集まり、限られた食材の中でスイーツやご飯を作る活動をしていた。時には本格的な料理を作ることもあり、地域の料亭の方が指南をしに学校まで来てくれることもあるほど、活動的な部活動だった。料理をメインにしている部活だったため、部員のほとんどは女子で構成されていた。もちろん部員の中には男子も数人存在はしていたが、大多数の女子の中では男子などいないようなものだった。その稀有な存在である男子部員の中に幼なじみの楠木陽平がいた。陽平は漢字で書くと太陽の陽と書くが、性格はおとなしく私よりも物静かな印象だ。彼の趣味はお菓子作りで、小学校の時から簡単なスイーツを作り始めたことがきっかけで、今では顧問の小山先生もうなるような絶品お菓子を作り上げることもある。彼がお菓子作りを始めたきっかけは、彼のお母さんのひとみさんの影響だった。ひとみさんはどちらかというとズボラ、料理も可能な限り時短でできるものを探求するような人だ。そんなひとみさんが陽平にお菓子作りを勧めたのは、だって私が食べたいからよ、というものだった。本人が嫌がったら無理強いするつもりはなかったようだが、陽平はこれにドハマりをして、今では家の料理も陽平が作るほどになっているそうだ。幼なじみである陽平は私によく話しかけてきた。彼自身積極的に他の人と関わろうとする人柄ではないので、話しかける友人は私を含めてほぼ固定化されている。陽平はその童顔さゆえに、部内を含めて意外に女子からは人気のある男子だった。私と陽平がよく話しているため、友人からは、かよちゃんって楠木くんと付き合っているの？と
よく聞かれることがあった。実際、小学校から一緒にいる傭兵を一度も異性として思うことはなかったかと言われると嘘になる。だが今の関係が心地よく、これを壊してまで彼に告白をして付き合いたいなどとは微塵も思わなかった。前から好きだったんだ、付き合って。総脇教室で傭兵に言われたのは3年の文化祭の時だった。彼から呼び出され、どうかした、まだ片付け終わってないけどと言っている途中で傭兵から伝えられた。一瞬彼の言っている意味が分からずポカンとしてしまったが、理解が追いつき始めると一気に顔が熱くなっているのを感じた。目をそらそうとしたが、傭兵のまっすぐな視線に逃げてはいけないような感覚に襲われ、はいと一言返事をするだけで精一杯だった。今でも夕日が差し込む赤い部屋を覚えている。私と彼が付き合ったことは誰に言うでもなく広まっていった。周囲も収まるところに収まったかという具合で素直に祝福してくれる友人たちが多かった。そんな中、家庭科部の女子部員の一人である椎名弥生だけはいい気がしていなかったようだ。この弥生という子にはあまりいい噂がない。あくまでも人から聞いた話なのだが、気に入らないカップルのデマを流して別れさせたとか、人の恋人を奪ったとか、とにかく色恋沙汰で何か揉めた時はよく名前が上がるような部員だった。真偽はわからない話が多かったが、私は極力接点を持たないように生活をしていた。けれども私が傭兵と付き合って以降、彼女はえらく傭兵に構うようになっていた。部活中も何かあればわざわざ別の班で作業している傭兵のところまで行き、ねえ傭兵くん、ここどうしたらいいかなと気色の悪い声を上げて話しかける。傭兵は優しいので何も考えずに弥生に手取り足取りで教える。弥生の言動はどんどんエスカレートしていき、班決めの時も私と傭兵をあえて遠い場所に配置し、自分は傭兵と同じ班にするなどの小細工をしていた。さらに弥生は取り巻きの女子部員を使って私が孤立するようなことまでやってのけた。あまりにも弥生の嫌がらせが激しくなり、私は精神的に不安定になってしまい、学校をたびたび休むことになった。弥生との関わりが部活だけならば部活を辞めるなり休むなりすればいいだけなのだが、彼女とは運の悪いことにクラスまで一緒だった。少し休んで登校してもクラスには弥生がいる。やっとの思いで教室に入っても弥生の、かよこ大丈夫？私心配してたのよ。もちろん今日は部活来るよねとにやついた顔を拝むことになる。ある時私は勇気を振り絞り、私弥生に何かした？どうしていつも嫌なことをしてくるの？と尋ねてみた。そう聞かれた彼女は、はあ？という表情を浮かべた後に、あんたが悪いんでしょ？傭兵くん狙ってたのに何勝手に奪ってんの？と言って私の肩に手を置いた。あんたが傭兵くんと別れるまでやめないからよろしく。そう言って彼女は取り巻きを連れて教室の外に出て行った。結局弥生が根も葉もない噂をクラスに言いふらし、私は教室にいることができなくなってしまった。どうにか学校に行けても教室までの道のりが途方もないほど遠い場所にあるように感じてしまい、足がすくんでしまう。そのため教室には向かうことはできず保健室に直行した。それ以降教室ではなく保健室で残りの学校生活を過ごすことになった。そのまま弥生には会わず、傭兵にも会うことはなく卒業してしまった。そんな苦い青春を過ごしたのだった。時は過ぎ、現在息子の卒業式から数日後、スマホにある人物から LINE が届いた。 LINE 名は弥生だった。どうして今になって彼女から連絡が来るのかわからなかったし、そもそもなぜ私の連絡先を知っているのかも謎だった。とりあえず文面を覗くと、久しぶり、今度クラス会を開こうって話になってて、
その幹事をかよこにしてもらいたいなって思って。人は私が呼ぶからお店の予約をお願いしたいの。よろしくね、と文字が打たれていた。画面に映し出された言葉の意味が全くわからなかった。文字の羅列としては読み取れるのだが、文を作った人間の考えや意図がまるっきりわからない。何をしたいのか、いや、クラス会を開きたいのか、なぜ私なのか。当時の彼女なら取り巻きはいくらでもいたし、何人もいるクラスの中で私を選ぶ必要は全くないはずだ。どの面下げてこんなことを送ってくるのだろう。だけど彼女は元からそういう生き物だ。そうだ、忘れていた。彼女は気分気ままで自分勝手、世界は自分中心だと本気で思っているような人だった。私はどう断ろうか悩んでいると、今度はスマホの電話が鳴った。まさか弥生からかと思い、一瞬身構える。画面に映るは親友の名前、新藤亜希からだった。もしもし、あのさ、名前を出していいのかあれだけど、弥生覚えてる？電話に出た瞬間これだ。彼女は昔から社交辞令とか礼儀やマナーなどをあまり気にしないタイプだった。人によれば失礼だという人もいるだろうが、私は気を使う必要のない彼女にかなりの信頼を寄せていた。彼女は思ったことをすぐに口にするので、変な探りをしなくて済む。覚えてるよ、忘れるわけないじゃん、と私が返事をすると、そうだよね、いやね、弥生のやつがさ、あんたの連絡先を聞いてきたのよ。ここ数日いろんな人に聞いて回ったみたい。アキは私と弥生の間で起きたいざこざをすべて承知している。まさか教えたの？固い口調で彼女に尋ねた。んなわけないでしょ、全然違う人の連絡先教えてやったわ。さすがだ。弥生に無断で教えられた人は少しかわいそうだが、アキは人と群れることがあまり好きではなかった。人間の数だけルールがあんのよ。ああ、めんどくさい。彼女の口癖はめんどくさい。人と関わる機会が少なければ面倒ごとに巻き込まれる心配はない。これが彼女の理念だ。私はそんな適当なアキとは何かと気が楽で、高校を卒業してもずっと関係を持ち続けていた。ちなみに私が保健室登校をしている時もたまにお見舞いに来てくれていた。私は早速秋に弥生からクラス会の幹事を頼まれたことを伝えた。意味不明なんだけど、よりによってあんたを幹事にするとはね。正直何か企んでいるとしか思えないけど、というかそもそもこの年でクラス会とかするもんなの？よくわかんないけど。確かに秋の言う通りだ。高校を卒業してたびたびクラス会を開催しているのであれば納得はいくが、私が知っている中では一度も開催されてはいないはずだ。だが今にしてなぜなのか。しかも私を幹事にするというのは誰が考えても人選ミスだ。しかもさ、前々から計画してたって感じじゃないっぽいのよ。あんたの連絡先を知りたがっていたのも最近だしね。はあ、めんどくさい。いっそのこと本人に聞いてみる？なんで佳代子を幹事にしたのかって。それも一理ある。このまま二人で憶測の話を進めていても、私の胸にたまった黒いモヤモヤが晴れるとは思えない。私はそのまま弥生に LINE で尋ねてみた。彼女が言うには、あなたには悪いことをしたと思っているの。仲直りをしたくてクラス会に佳代子を誘ったの。幹事をお願いしたのは単純に佳代子ならいい店を知っていそうだったから、とのことだ。うわぁ、取り繕ったようなことをよくもまあ、ペーペーと。秋は鼻を鳴らしながら笑う。でも、と私は続ける。弥生から謝罪をされたのは初めてだった。あの一件以来、弥生に会うことなど一切なかった。彼女からこうやって面と向かってではないものの、謝ってきたことは、私の中では光が差してきたような温かみを感じるには十分な出来事だった。私、受けてみようかな、幹事、と秋に伝えると、あんたがいいならいいけどさ、
私は納得いってないからね、と秋は最後まで難色を示していた。弥生から伝えられた参加人数は約50人。弥生だからこそ集めることのできる人数なのだろう。だが50人と勝手に言われても、急にそんな人数を受け入れてくれるような店はなかなか見つからなかった。全員が参加できるのが今週の金曜日だけなの。急で申し訳ないけど、かよこよろしくね、と追加ラインまで来た。あと3日。基本的に大規模の食事会を予約するには1週間ほど前から連絡をする必要があるのに、期限があまりにも短いけれど、一度承諾した仕事を放棄するわけにはいかない。弥生が私を困らせようとしているのか本心はわからないが、ここで無理だと音を上げることはプライドが許さなかった。それでも予約を受け入れてくれる店は出てこず、さすがの私も途方に暮れていた。そんな時に秋から連絡が来た。どうせ店が見つからないんでしょ？なんかいい感じの店見つけたから電話してみたら？という文とともに、あるお店の URL が送られてきた。そのお店は真っ白い建物が特徴的で、広いガーデンでの立食パーティーが可能な場所だった。さらに調べてみると、この店がなかなかの人気店のようで、口コミも高評価が多かった。プライドの塊みたいな弥生のことだから、そんじょそこらの店だったらセンスがないとか言ってきそうじゃない？ここなら文句言わないでしょ。自分が行くわけでもないのに、秋はわざわざ店の詳細を調べて、弥生が満足いきそうな店を探してくれていたのだ。でも人気店が大人数の予約を受けてくれるかな、と弱音を吐く私に、とりあえず電話してみなよ、と返す秋。私は彼女の言う通りに電話をかけると、ちょうどガーデンの予約がキャンセルになりまして、困っていたところだったんですよ。食材もありますから、メニューをこちらで決めさせていただけるのならお受けいたします、とのことだった。さすがだ、秋はいつも私を助けてくれる。今度何かお礼をしなくては。私はすぐに弥生に店の位置情報と URL を送った。しばらくして弥生から返信があった。みんなに伝えておくね、とだけ。ねぎらいの言葉が欲しいわけではないが、ここまで苦労したのにただの一言で終わるとは。いや、彼女にそういうことを希望する方が悪いのかもしれない。とにかく私がするべき最大の仕事は終わった。あとは無事当日を迎えるだけだ。クラス会当日、早速問題が起きてしまった。会場に誰も来ないのだ。私は幹事なので、集合時間よりも少し早めにお店に着いて、到着する人たちを迎えようと思っていたのだが、開始5分前になっても誰も来ないのだ。おかしい。もしかして弥生に送った位置情報が間違っていたのだろうか、彼女に送った URL が違うものだったのだろうか、などと考えたが、私のミスはないはずだった。私は慌てて弥生に電話をかけた。ワンコールで出た。あれ？言ってなかったっけ？新しい会場をこっちで予約してたのよ。私は固まった。新しい会場？そんな話は一度も聞いていない。佳代子が予約した店なんて、どうせ貧乏人が行くような大衆居酒屋とかでしょ。そんなところに行っても貧乏人の匂いが移るだけじゃない、と電話の向こうで高笑いしている。弥生の後ろでは数人がクスクス笑っている声が聞こえている。キャンセル料とかは、と私が尋ねると、はあ、佳代子の分際で私に金を出せっていうの？調子乗ってんじゃないわよ。そんな店のキャンセル料なんて大した額じゃないわよ。あんたでも払えるんじゃない？と言って電話は切れた。私は頭が真っ白になった。何を言っているのかも理解が追いつかない。もう一度電話をかけるべきか、いや、私が取るべき行動は店の人に事情を説明することだろう。でも何といえば、それにキャンセル料、50人ものクラス会だ。一人で払えるような額じゃないはずだ。どうにかしないと、と私は思考を巡らせるも、ぐるぐる頭の中で渦巻いて身動きが取れないでいた。そうしていると、
店の奥からオーナーらしき男性が顔を出し、どうかなさいましたか？他のお客様がまだ来られていないようですが、と心配そうに私の顔を覗き込んだ。彼と目が合った瞬間、私は口から思いがけず声が出てしまった。傭兵？そう、その店のオーナーは傭兵だった。卒業して一度も会っていなかったので、久々の再会だ。積もる話や聞きたいこともたくさんあるが、今は事態の収拾に努めなくては。私は再会の挨拶もほどほどにして、現状を説明し、謝罪した。すると傭兵は、そんなことか。でも申し訳ないけど、ここまで準備をしてきたからには、代金はもらわないといけないんだ。そうだよね。待ってね。すぐ幹事の弥生に連絡するから。すぐに伝えるから。と、私は震える声で言った。元彼にここまでの迷惑をかけたことも情けないし、弥生が多額のキャンセル料を無難に払うわけもない。最悪、私が全額払うかもしれないと考えると、家族への申し訳なさも込み上げて、手先がどんどん冷えていくのが分かった。今、弥生って言った？今回の幹事弥生なの？と、傭兵は尋ねたので、私は無言でうなずいた。すると彼はポケットからスマホを取り出し、どこかに連絡をし始めた。お前いい加減にしろよ。またくだらないことしやがって。こそこそしていると思ってたらこんなことしてたのかよ。話は全部佳代子から聞いたぞ。もう限界だ。お前とは離婚する。と言って電話を切った。私が傭兵のあまりの競争に硬直していると、彼はいつもの柔和な顔に戻り、ごめんね、驚かせて、と頭を下げた。実は傭兵は高校卒業後も弥生と付き合っており、結婚までしていたのだ。つまり弥生は旦那の店を貧乏人が行くような店だと言ったことになるのだ。しばらくして弥生は真っ青な顔をしながら店に転がり込んできた。あんた、なんでここにいるのよ。彼女の慌てっぷりがおかしくて、私はつい笑ってしまった。何がおかしいのよ。なんでこの店を予約して、と言いながら私の胸ぐらをつかもうとしてきた。そこで私と弥生の間に割って入ってきたのは傭兵だった。お前が怒るのはお門違いだよな。そう言って冷たい視線を弥生に向ける。何よ、私に歯向かうつもり？あんたがその気ならこの女を痛めつけることもできるのよ。私の友達に頼めばね。弥生は私を指さしながら吠える。今の君に何ができるんだよ。何も働かず僕のお金を散財する日々。君の友人たちは君に近づいているんじゃなくて、僕が君に渡しているお金によっているだけなんだよ。傭兵はキーキーと叫ぶ弥生とは対照的に、ただただ冷静だった。今まで君に脅されて言うことを聞いて、娘まで生まれたから我慢していこうと思ったけれど、もう限界だ。別れてくれ。離婚だ。そう言って店の奥に引っ込んでいった。弥生は私に目もくれず傭兵の後を追った。奥からは何か声が聞こえていたが、従業員に、本日はお帰りいただいて結構です、後日オーナーから連絡があると思いますので、と言われたので、その場は退散することにした。後日聞いた話だが、あの騒動の後すぐに弥生は家から追い出されたそうだ。娘も傭兵が育てていくことになったそうだ。しばらくは弥生もダダをこねていたそうだが、今までの家庭での弥生の振る舞い方などが決め手となり、弁護士を通した瞬間に話が進んだとのことだ。あの騒動の後、私は秋に弥生との一件を事細かに説明した。すべての話を聞き終わった秋は、ああ、やっぱりそうだったわけね。やっぱり？私が話している間も、秋はあまり驚く素振りを見せなかったように思えた。だって弥生と陽平くんが結婚してたこと知ってたし、あの店のオーナーが陽平くんだってことも分かってたし。
どこからそんな情報を仕入れているのだろうか。私が全然知らないことを秋は周知の事実のように話してくる。旦那の店ならわけのわかんない行動は取らないだろうと思ってたけど、そもそもドタキャンするつもりだったとはね。秋はそう言うと紅茶を一口口に含んだ。でも傭兵と弥生が結婚していることとか、あの店が傭兵が経営している店なんて私には何も言わなかったじゃないと、私が少し詰め寄ると、行ったところでどうにかなることでもないし、それに私はあの店の URL を送ったじゃん。まさか確認してなかったの？確かに秋に送ってもらった URL は開いて確認はしたつもりだった。だがオーナーが誰かまでは目を通していなかった。呆れた。確認不足っていう意味じゃあんたも弥生も同じだったわけだ。そこまで責めなくてもいいのではとは思うが、きっと私がしっかり確認してオーナーが傭兵だと知っていたら店を変えていたかもしれない。弥生も鼻からドタキャンするつもりだったから、あんたが送った URL は見てなかったんでしょ。まあ結果オーライだけど、と言って秋はウインクをした。ここまで秋と話を整理してきたが、新たな謎も同時に生まれた。今回の件で弥生にはお灸を据えることができたとはいえ、なぜ卒業して一度も接点がなかった私に嫌がらせをしようと目論んだのか。クラス会の幹事をさせて予約した店を当日キャンセルするなんてゲートを実際に実行しようとするとは、いくらなんでも行動力がありすぎるのではないだろうか。さらに傭兵が弥生と結婚していたということも驚きだ。脅されてって言ってんでしょ。秋は名探偵のようなポーズをとって頭をひねらせていた。そう、友達に頼めば私なんか痛めつけれるとかも言ってたし。私の言葉に秋は余計に頭をひねらせる。何それ、ついに弥生ってマフィアのドンにでもなったわけ。二人でうーんとうなっていると、ああ、めんどくさい。こうなったらいっそのこと旦那の、いや元旦那の傭兵くんに事情を直接聞きに行った方が早くない？え、でもこんなことでわざわざ会いに行くのも申し訳ない気が、と口に出す前に秋は荷物をまとめ始めた。え、今から行くの？当たり前でしょ。はい、準備。はい、到着。秋は傭兵の店の前に着くと高らかに声を上げた。あのあと秋は店に電話をすると、定休日だったこともあって誰も電話に出ることはなかった。だがこんなこともあろうかと、すでに傭兵氏の LINE はゲット済みなのよ、と言って傭兵の個人 LINE で電話をした。傭兵はすぐに電話に出て秋の話を聞いていた。電話を切った秋は、今から会うってさ、店に来てくれだと、ということで定休日の店に私たちは足を運んでいた。丸机を囲むように座る3人。私は元彼ということもあって少し緊張してしまい、何から話せばいいのか分からずにいた。それは傭兵も同じようで、私とはちょくちょく目が合うのだが、すぐにそらされる。もちろんこの場合でも自身の独壇場に持っていくのは秋だ。めんどくさいから単刀直入に聞くけどさ、まず弥生と結婚するって正気なの？気が狂ったのかと思ったわ。おい、本当に単刀直入だな。それにもう少しオブラートに包んだ言葉を言えないのか。秋のぶしつけな言葉にも傭兵は動じることなく、にこりと笑い、ほんと秋ちゃんの言う通りだよね。当時の僕は多分気が狂ってたんだと思う。佳代子をたくさん傷つけちゃったし、と傭兵は私をまっすぐに見ながらつぶやく。そんなことないよ、と言おうと口を開いたが、私が言葉を紡ぐ前に秋が、んなことは分かってんのよ。今さらそんな話を聞きたいわけじゃないのよ。佳代子もそう思ってるわよ。いや、思ってないです。全然真逆のこと考えてました。そっか、じゃあ全部説明するね。高校時代まで遡るんだけど、と傭兵が話す。高校時代まで遡るという言葉に秋はあからさまに面倒くさそうな顔をしていたが、私は無視して話を聞いた。
弥生が佳代子に嫌がらせをしていたことは薄々気がついてたんだ。佳代子は何も言ってくれなかったけど、さすがに周りの様子を見てたら鈍感な僕でも分かったよ。それで弥生にやめてもらうように注意をしたんだ。そしたら脅されたわけね。アキがまるでその風景を見ていたかのように話す。そう、私と付き合ってくれるなら佳代子への嫌がらせはやめるって言ったんだ。その後傭兵はいろいろ考えたものの、他に私を救う手立てが分からず弥生の条件を飲んだのだという。待ってよ、普通先生に言うとかあったでしょ、と私は少しムキになって傭兵に言った。無理よ、弥生の親ってあそこの教頭か副校長とかそうなんでしょ。私立高校なら生徒の多少の陳情を消すなんてできるでしょう。それに弥生の親よ、普通しなくてもあいつの親ならするわ。知らなかった、弥生の親が管理職だったとは。弥生と付き合った後は佳代子の連絡先も全て消されて、隠れて連絡を取ることができなかったんだ。それにもし佳代子と連絡を取ったことがバレたら、弥生からはもっとひどいことをしてやるって言われてたから、僕は何もできなかった。私はバカだ、何も知らずに傭兵がどれほど苦しんでいたかも知らずに、私は裏切られたとずっと思っていた。高校時代はどれほど悔しい思いをしていたか。だけどそれは傭兵も同じだったのだろう。私を守るために好きでもない女と付き合っていたのだから。でもそんな弥生と結婚するとはね。アキは容赦なく話を続けた。僕はその後料理の専門学校に通って、それなりにいい成績を出したんだよ。結構評判でね。弥生はきっと僕といれば一生甘い蜜を吸えると思ってたんだと思うよ。いつもいつも佳代子の名前を出して脅してくる。多分僕も疲れてたんだと思う。弥生の言うことを全部聞くような人間になっちゃってたから。弥生の推しに負けた傭兵はそのまま彼女と結婚することになったのだという。結婚してから傭兵は自分の店を持つようになり、家に入れるお金も増えていった。だが同時に弥生の浪費癖も日ごとに増していった。入る分出すといった勢いだったそうだ。それでも娘がいるからと思い我慢をしていたわけだが、今回の件でブチ切れたというわけだ。アキは傭兵の話を最後まで聞くと一言、まあ弥生の勢いに負けた傭兵君が悪い、とだけつぶやいた。ちょっとここに来てそんなとどめを刺すようなことを言わなくてもと思ったが、傭兵は悲しい目をしながら、アキちゃんの言う通りだよ、戻れるなら高校に戻ってやり直したい、と弱々しく笑った。暗くゆっくりとした空気が傭兵の周りには漂っていた。戻ることのない過去を求めるような虚しい空気が。アキは、にしてもなんで今さら佳代子を狙ったのか分かんないのよね、と言った。その言葉に傭兵が反応して、弥生の機嫌が悪くなったのは娘の入学式に参加してからなんだよね。僕は参加していないからよく分からないけど、と言った。傭兵が言った娘の入学式という言葉は私にとっても旬な話題でもあった。私の息子も入学式だったからだ。もしかして娘さん〇〇高校？私の質問に傭兵は驚いた顔をして、そうだよ、よくわかったね、と答えた。うわぁ、わかった、佳代子は息子の入学式で弥生に目撃されてたわけね。それでまた佳代子への嫌がらせ欲が再燃したってことか。ふふ、真実はいつも一つね。その可能性は大いにあった。久々に私を見つけて昔の嫌がらせをまたしてやろうと企んだのかもしれない。帰り際、傭兵は、高校の時はごめんね、守るつもりが傷つけてた、と頭を下げた。昔は傭兵に裏切られていたと思っていた私だったが、真実を知ることができて今は心は晴れ晴れとしていた。もう傭兵を責める必要など一つもなかった。でも傭兵君は惜しい人を逃したわよ。弥生のやつをひっぱたいてでも佳代子とよりを戻せばよかったのに、と鼻をふんと鳴らす。
ほんとその通りだよ。またいつでも店に来てね。と言って傭兵は私たちに手を振って見送ってくれた。高校入学後、息子は私と同じ家庭科部に入部したそうだ。一瞬不安になったが、今の家庭科部に弥生がいるわけでもない。さらに話を聞くと、男子の割合もかなり増えているそうだ。それでもまだ女子の方が比率は多く、息子は女の園の中で必死に過ごしているそうだ。一度買い物帰りに息子が同じ制服を着た女子と歩いているのを目撃した。やはり青春はいいものだと思い、後ろをつけようとした。だがすでに先客がいた。旦那だった。旦那はバレないようにしているつもりなのだろう。電柱や看板の後ろをコソコソしながら二人の後を追っている。夫婦揃って同じことをしようとするとは、と思いながらも旦那と結婚できてよかったと思った。傭兵との恋愛は弥生のせいでうまくいくことはなかった。一時は誤解して傭兵を憎く思うこともあったが、彼は私を一心に思ってくれていた。そうして選んだお互いの人生の道は楽ではなかったし、傭兵は男で一人娘を育てていくことになり大変だとは思う。だけど自分たちが選んだ人生は綺麗事なしで、幸せをつかむために必死に生きていかなくてはいけないのだ。息子が今日も楽しく学校生活を送り、団らんな家庭を作るため、私は今日もみんなの帰りを待つのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。だから本当のことを教えてください。あなたは何者で誰なんですか？彼女の真剣な目に俺は本当のことを言うことを決めた。田舎の駐在所に勤務していた俺、ある日田舎のセキュリティが甘いということでハッキングトラブルに遭ったのだ。ただこの駐在所の新人と思われていた俺がそれをすぐに解決した。新人ということを装っていたのが後輩にバレてしまった。仕方ない。そう思って俺は正体を明かすことにしたのだ。関西地方のある場所に地元の人しか知らないような山奥の過疎化の進んだ田舎の村がある。そこは数十人だけの住民が日々穏やかに過ごしていた。この地域は一応地図にも載ってはいるが、観光客なんて来ないような地域だ。知る人ぞ知る町という感じだろうか。俺の名前は飯田匠。今年の春からこの村の交番というよりは駐在所の勤務となり、この村にとってはまだまだ新人の男だ。こんな村に交番なんて必要なのかと言われるような静かで穏やかな場所だが、この村にはご高齢の方が半数以上住んでいて、その助けを担う意味でもこの駐在所が設置されたのだった。ちなみに村の人たちからは交番と呼ばれているので、俺もここは交番だと思っている。本当は駐在所だけどね。いつも騒がしい地域で生まれ育った俺は、こんな穏やかな村が新鮮で、毎日この村を巡回することが日課だ。村にとって新人の俺に住民の皆さんはいつも声をかけてくれて可愛がってもらっている。今日は佐藤さん宅のリビングの電球の交換をしてきた。佐藤さんご夫妻は腰が曲がっているので、電球を変えるのは一苦労だそうだ。たくみちゃん、ありがとうな。とお礼を言われることが素直に嬉しい。今日はお礼にと、佐藤さんお手製の干し柿をもらった。たくみさん。中山さん、精が出ますね。巡回途中に名前を呼んでくれたのは、中山さんという俺と同年代の男性で、彼はこの村に3ヶ月前に引っ越してきた人だそうだ。これまで関東で暮らしていたのだが、野菜作りに集中したいからとこの村にわざわざ引っ越してきたらしい。この村で珍しく若く、しかも同年代だったので軽く理由を聞いたら、野菜作りに目覚めて土地を探したらここがいいって聞いてここに引っ越してきたんですよ、と言っていた。今日は大根ができたんですよ。今度たくあんにするんですけど、またもらってくれますか？
中山さんの漬物、絶品だから嬉しいです。この前もらった白菜の漬物も美味しかったですしね。ご飯がめちゃくちゃ進みます。嬉しいです。これからも頑張ります。中山さんと別れ、俺は交番に戻ってきた。今日の日誌を開いて、本日も異常なしと入力した。爽やかな風が窓から抜けて、穏やかな時間が流れる。この村では事件なんて無縁だ。そんなある日、この交番に新しい警察官が配属されることになったと連絡があった。そして現れたのは珍しく女性だった。友の光です。本日からよろしくお願いします。俺より少し年下のようだ。飯田拓海です。私もつい最近ここに配属になったので、一緒に頑張っていきましょう。すっと手を出すと、たくみさんはどうしてこの村に配属になったんですか?と、唐突に話しかけられた。私はちょっと部署内でやらかしてしまって、それが理由でここに異動になったんです。やらかしって?女だからって見下してくる先輩にムカついてビンタをしたら、その先輩が持っていたコーヒーが課長の顔にかかってしまって、課長が持っていた重要書類がそのまま風に乗って飛んでいき、シュレッダーの中に入って重要書類が粉々に。わあ。そのカオスな場面を想像しただけで相当大騒ぎだったんだろうなと想像がついてしまう。おかげで発端の私がクビだ、異動だって大騒ぎになって、所長にとりあえずほとぼりが冷めるまで移動してろって言われて、ここまで来たんです。それは大変だったね。それで移動先に先輩がいるって聞いて、ちょっとあなたの経歴を調べさせてもらいました。経歴?俺の?はい、一緒に働く人へのリサーチは当たり前ですから。キリッとした顔で言い切る光さんに驚いてしまった。そうかもしれないけど、俺は内心とても焦っていた。俺の経歴を調べられたら、あのことが。調べて分かったことは、あなたが優秀ではないことです。むしろ無能と言ってもいいくらいの人だということでした。え?その年齢で巡査長でしょ?昇進とか考えなかったんですか?いや、痛いところを突かれてしまった。確かに俺の年齢的にはもう警部か警部補になっていてもおかしくはない。ただ今の俺は巡査長という立場だ。私は20代で巡査部長の昇進試験を受ける予定です。匠さんの年齢では警部になっている予定ですし、将来はもっと上の立場になる予定です。そっか、頑張ってね。なので無能そうな匠さんは私の邪魔はしないようにお願いします。はい。光さんはそこそこ我の強い人ということが分かった。田舎とはいえ、この村にもネット環境はある。俺が毎日書いている日誌も、パソコンで異常なしと入力して、この地域の警察署にオンラインで報告しているのだ。今日は光さんに、そのオンラインでの報告のやり方を教えていた。そして光さんが入力していると、何か違和感があった。いつもよりデータベースを開くときに時間がかかっている気がしたのだ。どうしましたか?光さんが覗き込んでくる。なんか、いつもより動作が遅い気がして。そうですか?こんなものじゃないですか?それより早く報告のやり方を。ちょっと調べてみようかな。光さん、代わってくれる?いいですけど、匠さんでわかるんですか?こういうの詳しそうに見えませんし、いっそ本部から詳しい人を呼んできた方が。まあそこまで詳しくはないけど、ちょっとくらいなら俺もわかるからさ。光さんのトゲのある言葉に少しのダメージを受けながらも、俺はパソコンの画面を凝視した。いろいろと調べていると、覚えのないソフトウェアがあった。このパソコンは俺がここに着任してきた時に一緒に署から支給されたパソコンだ。これを使うのは俺だけだし、このソフトウェアは身に覚えがない。この村の住民の人が触るとは思えないし、
そもそもロックをかけているのでパソコンを触ることが難しいはずだ。このソフトウェアが異常に占有してる。ってことはもしかしたらハッキングされたかも。え？このパソコンがですか？光さんの驚いた声が響く。うん、もうちょっと調べてみるよ。え、ちょ、匠さんで大丈夫ですか？パソコン壊したりしませんか？はは、大丈夫だよ。それから俺はあらゆる痕跡を調べると、誰かが外部から不正アクセスし、ハッキングしようとしていたことが分かった。不正アクセスですか？うん、まだハッキングはされてないけど、その一歩手前だったって感じかな。こんな田舎の交番のパソコンを狙ってどうするつもりだったんでしょうか？住民の皆さんの情報を盗もうとしているとか？うん、警察本部を狙ったら、あそこにはサイバー犯罪のプロがいるから、すぐにバレてしまうのを恐れて、あえてこういう村のサーバーからアクセスしようとしたとかかな。なんでそんなことを？やっぱり捕まりたくないからかな。犯罪者の気持ちはよくわからないけど。それからは俺も光さんも考え込んでしまった。けれど犯人の狙いがわかるわけもなく、とりあえず本部に報告はしておくよ。ということで俺は本部に連絡を取るのだった。不正アクセスですか？こんな村に？この村で俺たち以外の唯一の若者と言っていい中山さんの家を訪れた。実際にこの村でネットをちゃんと使っているのは中山さんくらいだろう。あとの住民の方たちは高齢がゆえにガラケー、簡単なスマホ、もしくは持っていない人たちばかりだ。パソコンやタブレットなんかも使いこなせないよと言って実際に使っていない。事件が解決してすぐに俺は中山さんの自宅に向かった。もしかしたら彼の家のパソコンやタブレットにも何かしらの不具合が起きているかもしれないと思ったからだ。ただ、すぐに向かった時には中山さんは不在だった。自家用車もなかったので、車でどこかまで買い物に行っていたようだ。中山さんは週に何度か車で片道1時間以上かけて山を降りてスーパーなどに買い物に行っており、住民にも頼まれたら、ついでに買ってくるよと声をかけている姿を何度か見たことがある。この村には刺激がないのも事実ですからね。たまにギャンブルなんかもしちゃいますよと言っていたのを思い出す。その日の夕方にもう一度訪れた時、車があったのでインターホンを鳴らすと中山さんがすぐに出てきてくれた。俺の交番のパソコンに不正アクセスがあったという言葉に中山さんはポカンとしている。一般人の彼にとっては縁のない言葉だろうから当然の反応だと思う。そうなんです、内密なのであんまり大きい声では言えないんですけど、実際にちょっと会ってですね。まあそこまで大きなことにはならなくて未遂には終わったんですけど、またそういうのがないとは言い切れないので。なるほど。この村でネットをちゃんと使っているのって中山さんくらいだろうなと思うので、一応警戒をお願いします。と言っても何ができるのかって話ですけど。はは、確かに。中山さんはそう笑った。僕も Wi-Fi つないでタブレットで動画を見る程度ですけど、一応ちょっとの間は見ないようにしますね。すみません、そういう対策をしてくれると助かります。玄関でそれだけ伝えて帰ろうとすると、敷地内の端の方に大きな蔵を見つけた。この地域は昔からの土地も多いので、家自体がそもそも大きく、こういう蔵がある家は多数ある。しかし中山さんのお家も大きいですね。あんな蔵まで。この土地を以前使ってた方が相当の地主だったみたいで、最初からあったんですよ。あの蔵も作った野菜とかぬか漬けを作っている時の保存に最適で活用させてもらっています。あれくらい大きな蔵が欲しくてここを選んだくらいですからね。へえ、なるほど。作った野菜とかどこで保存しているんだろうと思っていたけど、あれだけ大きい蔵ならいくらでも入りそうだなと思った。それくらい古めかしいけれど大きくて存在感のある蔵だった。そして本部への報告も終わり、中山さんとの話も終えて、
今日の仕事が終わった2時間後、俺は光さんに村から車で1時間近くかかる駅前の居酒屋へと連れて行かれ、対面で座っていた。光さん、今日は。匠さん、今日の不正アクセスの時はありがとうございました。いやいや、そんな、それでわざわざここに。はい、今日はお礼も兼ねて私がおごりますので、ぜひ食べてください。それと聞きたいことがあって。聞きたいこと？光さんは真剣な目をして俺を見据えてきた。匠さん、本当は全然無能じゃないですよね。あのハッキングの時も華麗に解決していましたし。華麗だったのかな、どうかな。私は何もできなかったのに、あっという間に不正アクセスを見抜いてましたし、しかも私、匠さんと同期だろうなって先輩に匠さんのことを聞いたんですけど、あなたのことを誰も知らないんです。名前も知らないって言ってました。そこまで調べたのか。だから本当のことを教えてください。あなたは何者で誰なんですか。彼女の真剣な目に俺は本当のことを言うことを決めた。わかった、内緒にしてほしいんだけど、と声を潜めて俺は光さんに話し始めた。実は俺は FBI 所属の捜査官で、あの村には日本の警察官として潜入捜査をしているんだ。は？ FBI？ 俺の言葉を聞いてポカンと口を開けて驚いている光さん。それは当然の反応だと思う。信じられないのは当たり前だと思うから、これが一応俺の FBI の身分証明書。俺は一応常に持ち歩いている FBI の証明書を光さんに見せる。レプリカにも見えてしまうだろうが、本物なのだ。光さんが信じられないという目で身分証明書を凝視している。いやまあ信じられないだろうな。あの、どうしてそんな FBI の人が潜入捜査なんて。実はとある事件の捜査をしていて、追っている犯人がこの近辺に潜入しているって話なんだ。アメリカで起きたその事件は、銃や武器の違法取引をしていたことがそもそもの事件の発端だった。そしてその違法取引をしていた主犯が、これまでの調査で日本人だということが分かっている。世界中で指名手配になっているその主犯は、アメリカで起きた事件の後に整形を行い、名前を変えてアメリカを出国。日本人の誰かの国籍を買い取り、その人物として生活をしている。そしてこの辺りに潜伏しているという情報を得て、俺はこの地域に警察官として潜入することに成功した。この辺りに潜伏しているという情報をつかんだのは、当時警察官をしていた俺の父だった。そしてこの捜査をしている途中、その主犯に父は撃たれて、帰らぬ人となってしまった。日本の警察官も巻き込んでの事件となってしまったため、俺の潜入捜査の許可が出たのだ。この事件で俺は父を亡くしているんだ。だからどうしても父の無念のためにも、この事件を解決したいんだ。俺の話を聞いていた光さんは何か考え込んでしまった。今の話で匠さんの身分も熱い思いも分かりました。無能そうに見えるとか言ってすみませんでした。巡査長もそれが理由なんですね。ああうん、本来警察にはいない人間だから急いで作ってもらったからね。あの、飯田さんのお父さんってもしかして飯田博士さんですか。え、光さん俺の父のことを知ってるの。博士さんが何かの事件に巻き込まれて帰らぬ人になったことは私たちの間でも有名だったんで、名字も一緒だったので。光さんは急にしんみりとなってしまった。その後、俺たちはなんとなくしんみりした空気のまま居酒屋で料理を食べ、村へと帰ったのだった。それからも仕事を続け、この村に配属されて初めての12月を迎えて、いよいよ年末が差し迫ってきた今日この頃、俺は今日も寒いけれど日課である村の巡回をしていた。父さんが追っていた犯人を捕まえたい気持ちはあるが、
あれからなかなか情報が集まらないのが現状だった。まあこれまでずっと捕まっていないし、すぐに捕まるような相手ではないとこちらも思っているので、まだまだ時間がかかるかもな、と考えながら村民の方々に挨拶をする。交番に戻ると、そこには光さんと中山さんがいた。あ、たくみさんお疲れ様です。中山さんが爽やかに挨拶をしてくれる。中山さん、何かお困りごとでもありましたか？ああ、いえいえ。実は前に言っていたぬか漬けができたので持ってきたんですよ。中山さんの手にはタッパーがあり、きゅうりのぬか漬けが入っているようだった。わあ、ありがとうございます。楽しみにしてたんですよ。ひかりさんもよかったら食べてくださいね。ありがとうございます。ひかりさんはまだこの村独特の距離感に慣れていないようだ。ぬか漬けを受け取って苦笑いしている。そうだ、たくみさん、ひかりさん、よかったらうちで忘年会をやりませんか？忘年会ですか？この村のみんなでも忘年会はやる予定なんですけど、まあ高齢の方ばかりなので、たまには同年代でワイワイ騒ぎたいんですよね。二人ともお酒は飲みますか？もちろん飲みますよ。私もたしなむ程度なら。本当ですか？じゃあぜひ俺の忘年会に付き合ってください。中山さんはぐいぐいと近づいてくる。どうやら相当忘年会をやりたいらしい。迫力に負けたこともあり、俺はいいですよと答えた。光さんは？私もいいですよ。やった、ありがとうございます。二人とも好きなお酒の種類とか言ってくれたら揃えておきますよ。俺は焼酎が好きです。やっぱり芋焼酎がいいですね。たくみさん。すると中山さんが右手をスッと出してきた。お、これはもしや、と思い俺も右手を差し出す。そして俺たちはガシッと握手をした。中山さんもでしたか。はい、同志です。僕も芋焼酎が一番好きで、先日魔女酒を手に入れたんですよ。よかったらその時一緒に飲みませんか？魔女酒ですか？ぜひ飲ませてください。魔女酒はこの地域で作っている酒なのだが、今現在すごく人気でなかなか手に入らないプレミアム芋焼酎だ。まさか飲める機会が来るなんて、と感動していると、このノリについていけていない光さんが白い目でこちらを見てくる。視線が痛いが気にしないでおこう。じゃあ早速ですけど、明日とかどうですか？ちょうど土曜日ですし。俺がそう提案すると、光さんと中山さんはうなずいてくれた。場所は僕の家でもいいですか？僕からの提案ですし、場所くらいは提供しますよ。いいですね。楽しみにしています。なんなら朝からでもいいですよ。俺も少しくらいなら料理ができるので、おつまみ作りとか手伝います。おつまみなら、野菜と漬物ならいくらでも提供しますよ。あと鍋もやりましょう。じゃあ朝から集合して、昼から酒飲んで忘年会しちゃいましょうか。ぜひやりましょう。じゃあ朝の9時に中山さん宅に光さんと一緒に行ってもいいですか？9時？光さんが驚いているが、中山さんは笑顔で、もちろん大丈夫ですよ、と笑った。そして中山さんは去って行ったのだった。乾杯！朝から準備をし、中山さんの乾杯の宣言で始まった俺たちの昼からの忘年会。お鍋を食べながら中山さんの漬物や野菜を使った料理を堪能する。やっぱり中山さんの漬物は美味しいですね。いやー嬉しいです。あ、たくみさん、魔女酒もぜひ飲んでください。おお、これがプレミアムの魔女酒ですか。うん、美味しいです。スルッと飲めるけれど、口の中で芋の優しい味わいが広がる。俺たちが酒談義をしていると、私、ちょっとお手洗いを借りてもいいですか？と、光さんが立った。ああ、その廊下の突き当たりです。ありがとうございます。ところで、たくみさん、ワインは飲みますか？ワインも美味しいものを仕入れたんですよ。いいですね。ワインも好きですよ。今日は飲みまくりましょう。
そうやって中山さんとさらに盛り上がっていると、外から、見つけたぞと声が響き、中山さんがその声に慌てたように立ち上がって、バタバタと外に飛び出していった。そこにいたのは、警察官の制服を着た数人の男たち。その中には光さんの姿もあった。そしてその手には、タッパーが握られている。お前ら、何のつもりだ。しかも俺のぬか漬けを。汚い手で触るな。匠さん、見つけました。本当にぬか漬けの中から見つけました。返せ。中山さんがタッパーを持っている光さんにつかみかかろうとしたので、俺は後ろから彼を羽交い締めにする。中山さん、おとなしくしてください。離せ。あの銃たちは全部押収します。中山さん、本当の名前はわかりませんが、あなたが世界中の指名手配犯だってことはもうわかっているんですよ。中山さんが目を見開いた。何のことだ？あなたが事件の銃の違法取引の主犯なんですよね。俺がそう聞くと、中山さんは、証拠はあるのか？とギロリと睨んできた。いつもの爽やかな彼からは想像もできないくらいの態度と目線に少しびっくりする。証拠というか、中山さんの右手。具体的に言うと、人差し指の第二関節にタコがあるんですよね。昨日、酒の話で盛り上がって握手をした時に気づいたのだ。そんな場所にタコがあるなんて珍しいな、と思ったんです。もちろん、畑仕事でクワとかを持つので、その影響かなという可能性もありますけど、さすがに人差し指なんかにできませんしね。ちょっと怪しいなと思って。中山さんは黙り込んでしまった。何十年にもわたって銃の違法取引をする際に銃の試し撃ちは必ずしてたんですよね。それがそのタコを作ったんだと思います。買い物に行くと言っていけば、この村の人たちには怪しまれないですし、多分ここから車で行けて、そんな遠くない距離のどこかで試し撃ちができるような場所があるはずです。周りがシーンとしてしまい、みんなが俺の話に耳を傾けていた。そうやって考えていったら、あの大きな蔵も銃とかを隠すのにちょうどいいと思ったんです。さらに厳重に隠すために、ぬか床の中にビニールで包んで銃を隠してたんですよね。あの大きな蔵の壁側にはタッパーがきれいに何十個と並んでいたそうだ。パッと見ただけだと、いろんな種類の野菜のぬか漬けを作っている風に見えたのだろう。しかしそのぬか漬けの中を掘り起こしてみると、その中にはビニールに包まれた銃が埋まっていたのだ。光さんが持っているビニール袋に包まれた銃を指さす。そこにはぬかがついていた。あれが証拠です。さすがに俺のじゃないとか言わないですよね。くそ！観念したのか、中山さんはその場に力なくへたり込んだ。きっと中山さんも油断しきってましたよね。ああ、このまま中山のまま生きて、この村の住民でいようと、最近は本気で思っていたよ。野菜作りも楽しかったし、あんたたちと話すのも本当に楽しかった。中山さんはどこか寂しそうに笑っていた。油断してもらってよかった。おかげで悪は必ず捕まるっていうのが証明できた気がします。その場にいた警察官の一人が中山さんの両手に手錠をかけて、彼は連行されていく。残った酒は全部飲んでくれ。それにしてもあれだけ飲んだのに、全然酔ってないんだな。俺、酒に関してはザルなもので、でも中山さんの野菜とお漬物は本当に美味しかったので、もう食べられないと思うとそれが残念です。出所したらまた食べさせてやるよ。その時は一番に会いに行ってやる。はい、楽しみにしてます。ちなみにあの不正アクセスからのハッキング未遂も中山さんの指示だったそうだ。目的はやはり本部の情報をハッキングして、日本の警察がどこまで自分の情報を掴んでいるか調べようとしたらしい。この村のパソコンを狙ったのは、やはりセキュリティが甘いのではないかと思ったからだ。しかし雇った人間がうまくハッキングできず、未遂で終わってしまった。結局何の情報も得られなかったので、
高い金を払ったのに無駄金にしたよ、と供述したそうだ。あの事件から数ヶ月後、俺は FBI を退職した。父が巻き込まれた事件も解決したし、FBI としての役目は全うしたと思うからだ。FBI に入るためにアメリカの国籍を取得し、大学にも行って試験の準備をして、という日々が懐かしい。そして俺は日本へ帰国した。それから数年後、俺は警視庁の入職試験を受けて合格した。今回の事件を通して、今度は日本を守る役目をしようと思ったからだ。たくみさん、あの時ぶりね。ひかりさん、お久しぶりです。配属された部署にはひかりさんがいた。彼女と会うのはあの事件から数年ぶりだ。ひかりさんはあの事件を解決する手助けになったということで、無事に本庁に戻ることができ、現在警視庁で働いているそうだ。それから昇進試験に合格し、現在警部補になっているらしい。ひかりさん、あれから本当に出世したんですね。もちろん、あれからすごく努力してここまでやってこれたわ。まだまだ目標の人には追いつかないけど、これからも頑張っていくわよ。目標にしている人ですか？飯田博士さんなんだけど。え、俺の父ですか？まさに俺の父のフルネームで驚いてしまった。昔、中学の頃に私が不審者に襲われそうになったことがあって、そこで助けてくれたのが博士さんだったの。お礼を言ったら、警察官として当たり前のことをしただけだって笑ってくれてね。私もあんな風になりたいと思って警察官になったのよ。父さんと光さんの間にそんな出会いがあったのか。警察官になれた時、ひろしさんに挨拶に行ったら、俺みたいな警察官になれよって言ってくれて、私もそれを目標にしてきた。警察官として当たり前のことができるようになろうってね。光さんもまた父の思いを受け継いだ警察官だったんだと思った。数年前のあの事件では世話になったけれど、ここでは私が上司よ。これからビシビシと指導していくからね。覚悟しなさい。はい、よろしくお願いします。悪いことをする人を必ず捕まえることができる警察官になりたいと思う。光さんが言ったように、警察官として当たり前のことをして、これからは日本の治安を守っていこう。それが俺たちの使命だと思うからだ。そう誓って俺は日本の警察官としての新たな一歩を踏み出したのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。